もダイヤです。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。まあ、行けないなんですけどね。この一人カラオケってちょっと最近流行ってるらしいやんか。うん、で俺も行きたいんやけど、ちょっと受付がちょっと恥ずかしいな、思ってな。あ、一人です、言うのね。あ、ほんなら、ちょっとカラオケの受付やったるから。うんうん、マジで？お前、お客さんとして来たいんじゃん。行ったいの？うん、頼むほんなな、ほんまに。すいません、あの、カラオケしたいんですけども。あ、予約された方ですよね。予約はちょっとしてないんですけども。え、予約された方じゃないですか。予約してないですよ。え、予約されてた、はい、ミャンマーの AV 男優の方ですか、ね、いや、違いますよ。お疲れ様です。何すか、それ。いや、違います、違います。遠征ですか？遠征って何ですか？違いますよ。え、ミャンマーの AV 男優ですけど、言って。予約入れてるんですか？はい。違います。来はったと思って。何やねん。すいません、すいません。今日お客様、何名様ですかね。あの、一人ですけど。一人？はい。いじめとかですか？寝ちゃいますよ。どんないじめやねん。一人でカラオケ来るって。そうやって言うてください。言わへんよ。僕警察言いに行きます。大丈夫やから。いや、一人カラオケ流行ってるでしょ。いや、いじめの方が流行ってますんで、ね。どんな言い方やねん、それ。あれもロングセラーなんで。どんな言い方やねん、それ。ロングセラーって。一人ですから。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。一人で。はい、時、お時間の方は、一泊でよろしいですかね。一泊でないの。なんでここで一泊せなあかんねん、お前。一泊二曲付きでよろしいですか。二曲付きみたいに言うんだよ。二食付きみたいに言ってるやん。夜一曲、朝一曲で。ちょうどご飯のタイミングで。じゃあ、1時間ですよ。あ、1時間ですか、はい、1時間で。あと今、はい、歌の前に無料でね、ちょっと、はい、ガムをお配りしてるんですけども。ガム？はい、まあ。歌う前にガム噛んでもらったら、はい、口の運動になってね、すごくスムーズに歌えるんですよ。あ、そうなんですか、はい、もしよかったら言うてくださいね。あ、いつか飲んでください。入ります、はい、無料やから。何やお前風船、風船ガム、風船ガム。風船ガムはい、風船ガムなんで。はい。はい。よく噛んでもらって、うん、はい、弾力あるでしょ。じゃあありますね、はい。ちょっと生臭いですかね。うんうん、はい、な変な味しますよ、ね。そうなの、私手作りのガムなんです。気持ち悪い。手作り？あ、大丈夫です。あの焼く前のミノなんですけど。やらせるかよ。生のミノなんか絶対あかんやんか。なんでねこいつ。なんこいつ。いらんから。風船ガムなんでよかったら膨らしてみてください、ね。膨らむわけないやん。お客様、当店のカラオケの映像なんですけども、ちょっとあのオリジナルになってましてね。どんな映像なんですか？ほぼあの虎がライオン食べてる映像なんですよ。なんでやねん。なんでそんなもん見ながら歌わなあかんの。あの自然の摂理を理科の勉強でもなりますんで。虎とライオンは合間見えへんで絶対に。近いところあるんですよ。でその真ん中に餌を置いてましてね。マジで。ほらそれで喧嘩して。マジで。店長取ってますんで。なんで店長取ってるんですか。何それお前。あとお客様、カラオケの音量なんですけども、はい、音量できるだけちょっと絞り目でお願いします。 なんでちょっと隣の部屋との仕切りが襖になってます。なんでやねんお前。なんで襖やねんお前。おい、もともと民家でして、あの改装なしでやってるんです。せえよ絶対改装せなあかんやん。それお金かかりますんで。せえよそれ。音絞り目で、うん、もう何やったら消してもらって。なんで消さなあかんの。でマイクの音量も消してもらって。めちゃくちゃやんけお前。でも歌わずに座っといてもらって。おかしいやろ。部屋でゆっくりしてるだけやん、はい、歌うよ俺。あ、そうですか。ほんでも採点もするよ。あの採点機能とか。採点機能がちょっと今壊れておりましてね。なんで壊れてんのお前。でも大丈夫です。バイトの野村君が部屋に待機してますんで歌終わり随時野村君が採点してくれる。いらんわ。なんでそんなやつ言われなかったの。野村君ちょっとプロじゃないんで、専門的な何点とか分かんないんで、あの、よかったです。いらんて、いらんて。いや、なんも嬉しいよ、そんなもん。よう声出てました、ね。いらん言うてんの。追い出せ、そんなやつ。野村君ちょっとあの、体臭きついんで。追い出せ、お前。それで気ぃつけてください。何気ぃつけながら、そんなもん。あと、うん、今ちょっと、なりきりキャンペーンでやってるんです、うち。なりきりキャンペーン。なりきりキャンペーンです。あのね、本人になりかわって、歌いたいという方結構おられるんですよ。そういう方にアイテムをお貸しするとやってる。いやいや。例えばこの矢沢セットでしたら、はいはい、まあ、白いスーツと、白いマイクとか。矢沢吉、はい、ええやん。あとまあ AKB セット、この制服とか、はいはいはい、そうあるんで、もし何かあの A のあれば言ってくださいね。じゃあ、あの尾崎、尾崎ございます。ある、はい、尾崎セット、すいません、これあの尾崎セットになります。尾崎セットの角刈りのズラとゴルフクラブになります。ジャンボやん。それジャンボやん。なんでお前ジャンボ尾崎の格好して歌わなあかんの。あっちの尾崎ですか。すいません。なんでジャンボ尾崎セットがあんねん。すいません、あっちのオケで。すいません、すいません、すいません、すいません。これあの極太のもみあげになります。強い子やん。また会う日までの時の三角のりなんですけど、のりな貼ってもらって、はい、貼ってもらって。つけへんから、もういいから、で早よ部屋案内してよ。何分経ってんのこれ。お客様がお店に入ってきた時点で、あの時間の方換算してます。せーなーやん、はい、お部屋が2階の201になります。もう行くか、はい、ほんまに。でちょっと和室なんで、あのちょっと床の間になってますんでね。まだ仏壇とか置いてますんで。なんとかせよお前。歴代のおばあちゃんの写真とか撮れや、そんなもんお前、はい、天気お前。でもしかしたら途中でおばあちゃんが仏壇の水だけ買いに来るかもわかんない。誰か住んでるやん。まだ引き継ぎの期間なんで、まだ住んではります。まだ営業したらあかん。
おばあちゃん住んではるんで、すいません。行っていい。あとお客様、何終了の5分前になりましたら、部屋に野良に話します。なんでやねん。危ない。パニックだろ、そんなもん。お前、野良に入ってきてあと5分やと思ってください。電話して。電話ないので。ないの。これ18年1回もお風呂に入れてない雑誌なんで。汚ねえ。飛び切り臭いと思いますけど。臭いやつばっかや。すぐ分かりますんで。わけのわからんと言っていいよ、はい、ほんまによ。でお客様、尾崎セットすぐお持ちします。いや、いらんねえって。もうええわ。どうもありがとうございました。僕ちょっと昔のこととかよく思い出すんですよ。初めてこの世界に入ってね、ごちそうになったことのこととかね、思い出すんですよ、これね。ねえ、ね、一応伝わったでしょ。伝わりましたね。まあ確かにね、うん、俺もはっきり覚えてるよ。あ、そう。俺確かにね、缶コーヒーやったんやけどね、うん、すごい嬉しくてね、うん、仲間入りさしてもうたような気持ちになってね、うん、すごい嬉しかった。嬉しかったんやな、うん、お前缶コーヒーやってん、うん、俺寿司やってん。まあいきなり寿司でびっくりしたけどね、ほんまに。寿司？な、怒んなよお前。お前コーヒーで俺寿司やとそれ腹立つの分かるけどな、これしゃあねんか。でもな、寿司のことなんかほとんど覚えてない、記憶にないねん、これな。なんやねん。いや、だからお前缶コーヒーやったんやろ、俺寿司やった言うてんねん。いや、だから、いや、だからしゃあないやんか。お前缶コーヒーやったんやろ、寿司やった言うてるだけやないか、お前。いや、違う違う。そう、お前がさっきから言うてる、うん、寿司って何？え、ちょっと待って、もう寿司知らんの？え、コーヒーと寿司の差で怒ったんじゃなくて、寿司知らんから怒ってんのお前。日本やで、お前。日本いたら寿司やろ、お前。いやいやいや、日本といえばお前、島国やろ。そんなでかい話しないよ。そんなでかい話しないよ。どんなやねん、じゃあ。なんかお前、シャメかなんかないんだ。持ってへんやろ。なんで俺寿司のシャメ持っとかなあかんねん、お前。ね、どんなやねん。こんなんやん、こんなん、こんなん。ちっさ。ちっさい。なんでこんなちっさいねん。食べやすいからやん。食べやすいから。酢飯になってんの、これが。酢飯って何？ご飯に酢が混ざってるやつやねん。なんでや。なんでやって。俺も知らんよ、寿司のこと完璧にしてるわけちゃうから。お前先輩と食べに行ったやろ、うん、普通そんな話なるやろ。ならへんよ。なんでこれ酢入ってるんですかねとかならへんやろ、お前。なで、このな、シャリの上に魚の、はい、え、シャリって何、うん、だから酢飯のことを寿司汚れシャリって言うねん。何そのかっこいい言い方するの。別にかっこよないやん。なんちょっとその尾崎っぽい感じ言うの。シェリーやろこれ。俺もシャリシャリの上にな、うん、魚のお刺身が乗ってんねん、うん、それがお寿司、うん、それだけを食べんねん。お前なめんなよ。え、お前言うても俺最近太ってきてんねん、お前、うん、足りるかお前。一個だけちゃうよ。めっちゃ小さい。いっぱいいっぱい食べて。そんなな、魚ばっかり何個もいらんて。あ、そう。ほんなお稲荷さん食べたらええやんか。お稲荷さんって誰やねん。人ちゃうよ。人じゃない。近所のおっさんが。違う違う違う。食えるかお前。違う違う。いなり寿司のこって。いなり寿司なんやねんな、いなり寿司って。油揚げにご飯入ったんねん。魚ちゃうやん。ちゃうよ。今までずっと魚の話してたやん、うん、次油揚げても急すぎるやろ。しゃあないやん。そんなすぐ切り替えられへんで。いろんな種類があんねんな。いなり寿司の他にも巻き寿司とかな、あと押し寿司いうのもあるわ、あといろんな具材入ってるチラシ寿司、あとカルフォルニアロールいうのもあるわな、うん、カルフォルニアロール、うん、いやいや今寿司の話してねんで、うん、誰がお前その必殺技の話してる。ちゃうよ。カルフォルニアロールってか言わせちゃうから。技やろ感じな。違う違う違うねん。アメリカのお寿司やねん。アメリカ、うん、アボカドとか入ったんねん。アボカド、うん、巻き寿司なんやけどご飯が逆になってんねん、うん、ご飯が逆って何。逆じゃん。ご飯に逆なんかないやん。どういうこと、ご飯の逆って。何やパンってこと。違う違う。何やねんご飯の逆って。ご飯の逆がないやん。もう稲の段階で炊けてるってこと。違う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 。そんな逆とかないやん。何やご飯の逆って何やねん。巻き寿司あるやろ。あるやろってお前が今勝手に言うてるから知らんけどな、うん、ほんならこれぐらいの海苔用意せえや。海苔な。それもあんのかお前。あんねん。こんな見たことないぞ。その上に酢飯を引くねんな、うん、でかんぴょうとか巻いたらかんぴょう巻きやな、うん、であとカッパ巻きのもあるわ、うん、お前ちゃうよ。ちゃうよ。ちゃうよな。ちゃうよ。巻かれへんし。俺見たことないで、うん、そうやな。俺初めて見んのが寿司の中とか嫌や。そうそうそう。違う違う。誰が嫌われてる。な、実際にかちゃうねん。キュウリよ。キュウリ巻いたらカッパ巻き言うねん。あ、キュウリのことか。そんで、な、海苔を外返して巻くのが、やけどそれが、もうええわ。もう無理やわ。言うとけんなのか。寿司って高いねんだ、お前。ほな、その高いで結局俺食われへんやんか。ほな、回転寿司行ったらええがな、お前。だ回転寿司って何やねん。寿司が回ってんねん。イリュージョンってこと。ちゃうわ。ちゃうよ。何やねん、回ってるで。回ってんねん。こうなってる。そうは回らないよ。落ちるやねんか、そんなもん。どうやねん、お前、ムービーかなんかないよ。なんで持ち歩かなあかんねん、そんなもん。持っとけや、お前、説明するんやったら。皿あるやろ。皿の上に寿司が2貫乗ってんねん。2貫って何やねん。寿司は1貫、2貫って数えんねん、お前。
漫画と一緒か。ちゃうけどな。それちゃうけどな。お前皿の上にみかん乗ってんねん。それがベルトコンベア流れてやってくんねん。お前ベルトコンベア、うん、好きなタイミング取ったらええねん。好きなもんな。これ便利やないか。これお前だってそれもなんで回す必要があんねん。便利やないか。お前注文せんでええもん。これ便利やんか。いやめちゃめちゃ怖いや。なんで回られなあかんねん。俺筋が目の前でぐるぐる回ってたら、うん、普段の俺でいられる自信がないわ。萎縮してまいそうやわ。萎縮すんねんお前。すごい怖い。楽しいとこやね。家族連れとかいっぱい来てんねん。子供とかに来てるからな。あのメロンとか回ってくるわ。メロンとか、うん、メロン回ってるの、うん、回ってるよ。えメロンしすめちゃうの。ないよない。寿司ちゃうやん。ちゃうよ。まあ高いやん。なんで外せ外せ。外したんでいい。回転寿司言うてるやん。寿司ちゃうかってまあ高いやん。誰も気にせへんやろそんなこと。お前むちゃむちゃやんお前。何やねんお前。ほなお前エグザイルの中に万田久子入っててもなんだろう。お前お前すぐ外せ言うやろ。全然ちゃうの。変な人入ってます。もうええわ。すぐ外せ。あの人もうええ。もうええ。なあもう行ってこい寿司屋。おごったるから金出したるわ。寿司屋行ってこい。もうタクシーで行ったらわ。タクシー乗ったらええわ。タクシーでも出したるわ。タクシー乗って行ってこい。お前はもう。まあね。タクシー。ああタクシーでないやん。いやもうええわ。ねえ、で台風が来た時ってさ、ちょうどなんか休みやったんやんか僕ら、うんうん、2連休でってね、うんうんうん、何してたんですか君は。僕、うん、僕はね、その、だから1日目か、うん、だから台風の日です、うん、があの母の日がね、別に何もしてへんかったから あ, そっか、うん、ああちゃうわ。何もしてへんかったからね、うんうん、母の、まあ、来月ほんでまた父の日、来月やったっけな、うん、父の日とかもあるやんか、でそれを二つを兼ねてね、あ実家帰って飯行ってました。あええやんか。ほとんどおかんと初めて俺あんなんした。えそれは地元に戻ってってこと。地元に戻ってね。おいいことしてました、ね、うん、飯食って、うん、ほんで帰ってきて、おうん、それをしてました。いいじゃないですか。うん、で次の日は、うん、なんか一日初めて僕、うん、初めてなんですよ車初めてよ、うん、初めて車洗車しましてね。え初めて初めて、もう2年ぐらい経つけど、初めて洗車した。どうしてた。いやそんな汚れへんからね。俺別にそんなさドロドロのとこも行かへんから。でもあまあ室内やね。外じゃないっていうことやね駐車場は。あ駐車場はまあ中へ屋内やし、うんうん、別にそんなドロドロのとこ走らへんやん。まあな確かに。そのラリーみたいなしてるわけ。ラリーとかしてたらもうむちゃくちゃ汚いと思うけど。まあ確かにね、うん、初めて、うん、それをでそれしてました、うん、あ初めて行って俺洗車のさあなんていうのちゃんとバーンって機械がやるんじゃなくて俺自分でやりたかったから。ああ洗車場で行ってん、うん、自分ので調べてさで俺初めて行ったから分からへんからさ、うん、なんか並んでんねん。並んでるやんと思ったけど、ほんで一応電話し聞いたやんか。ほなら機械がやる方並んでるけど、うん、自分でやる方は、うん、空いてますよって言ったからそこを入れてさ。すごいよね。やったことある自分のやつ。いや俺機械しかないわ。すごいね。なんかこんなね、まあ全部お金やり方も分からへんもんそんな。俺そうやろ、うん、だから俺もなんかそこのな、うん、正直なんか店員さんおったんやけど、うん、なんかちょっとなあんまり、うん、なんやろ分からんで積極的じゃねみたいな。なんか俺としてはあんまりな、あんまりそのやり方聞きたくないな、うん、みたいな感じだったから、うん、横におっさんがやってたから、それをなんかちょっと見て。見よう見まねで。うん。で、なんかこんな言うてお金入れるとかってさ。ほんで、まあ、いろいろコースがあると。ほんで、こんななんていうの、水シャッって出るやつな。俺は、俺のイメージでは、その普通の水道の水みたいなのをシューってやるような感じかなと思って。ほなら、あれね、えげつない水圧。高圧洗浄機。びっくりした、俺。ほんで、なんかな、なんか3分300円とか、それで一番安いねん。で、まずそれでやろうとね、ようわからん洗剤とか書いてんねん。ほんで、とりあえず安いやつ、とりあえず車を、全部濡らして、冷やせって言われたから、車屋さんにね。冷やせ一回冷や、全部水かけて冷やし、立ってくれみたいに言われたから、ばあって、その300円のやつさ、やったら、洗剤って、なんで洗剤って書いてんねんやろ思ったら、もうすごい、ね、勢いがプシューって出んねん。もうほんまに吹っ飛ぶぐらい。もうそれで言うたら汚れ飛ばす。水圧が。で、それと一緒になんかね、洗剤が出んねん。ああ、なるほど、はい。で、泡がバーってなんねん。ほら、これちゃうわ、思って。俺は水がかけたいだけやから。で、ちゃんと持ってるし、自分の。ほんで、またお金入れ直してさ。ほんで、なんか、量が、全部ね、そこのお金入れるとこはな、100円玉しか無理って書いてんねん。ほな、なんかパッと見た感じ両替機もない感じやね。でもなんか事務所みたいなとこあるからそこ行って両替してくださいって言うたらええんか知らんけど、俺はその店員さんなんかあんまり喋りたくなかったから。俺全然喉も渇いてんのに3本ぐらいジュース買ってさ
それで両替してさ。まあ、何も使わない。あ、300円か。一回な。100円玉にせなあかんから。細かいなかったから。ほんで、すごいね。ほんで、その後の水だけのやつにしたら、もうさらに、圧がすごいね。俺が飛ばされるぐらい。ほんで、それバーかけてさ、ほんで俺もドロなって。ほんで全部なんか濡らして、ほんでまた、拭いてな、ワックスかけたりとか。な、自分、な、何このシャンプーみたいな、車のシャンプーみたいな、こう、スポンジでこうやってさ、ほんでまた水かけんねん。なんかちゃうねん、こんなきついのいらんねん。すごいね、ほんまに。もうホースの水ぐらいが。鉄切るようなやつあるやん、なんか水圧で。石切る。あれぐらいの水圧じゃんって。いや、ほんまに。それ怖かったもん、大丈夫かな、思って。ずっとそれやって、びっしょびしょなって、俺。なるわな。うん。初めて。それも水圧も変えれたんちゃう、もしかしたら。いや、それが何個かコースあんねん。でも、水っていうやつは、あの、水圧がすごい強い、ね。で、他のやつは、なんか、洗剤が出たりとか、なんかワックスのやつとかね、なんかいろいろあんねん。え、なんでそれ、あの、機械言えたん？俺、自分でやりたいっていうと、あと、なんて言うんやろ。あの、洗えてるかどうか不安みたいな。もあるし、うん。なんか、その、まあな。うん。まあまあ、それ自分でやって確実やな。うん。で、俺も外にずっと置きっぱなしやからさ。ああ、そうなん。駐車場がそこしかないの、外やから。すごいよ。雨とか降ったらでもあれなんちゃう。そやね。だから、洗車した次に、この間も洗車した次の日、もうしょっちゅうせなあかんねん。あ、ほら、しょっちゅうやってんの。しょっちゅうやってんの。で、次の日に、黄砂とかさ。うん。あれも一括いで黄砂。うん。黄砂と雨だったら、もう、ドロドロ一晩で。そうやろ。あれ、マジで腹立つね、あれ。そうやろな。もう、それでもしょっちゅう。ちゅう言ってるもん。だから一番安い俺も、水だけのやつ。うん。で、ばーって、吹きもせんとそのまま帰ってくる。めんどくさいからもう。すごいね、ほんで。どうせ外やし、そう。俺初めてな、行ったけど、やっぱり来てる人はみんなな、むちゃくちゃ車大事にしてる春用の人ばっかり来てんねん。それしっかり洗うタイプの人はな。そう。俺がだって行った、洗いに行った時に横にな、洗ってたおっちゃんを、ね。おっちゃんよ、でもまあ、40いくつぐらいの。で、なんかまあ、高級車やったわ。外車やったわ。ほんで、そこでバーって洗ったら、最後拭くやんか。拭くのは別の場所移動せなかった。そっから動かなかった。ほんで、結構もう、俺が行ってしばらくしたら、もうすぐおっちゃん、その洗い終わって、あの、移動してた、拭き出しとったのね。で、俺、一時そこで洗ってたほんで、もうそこでね、ちょっと拭いててん。あんま折れへんかったから、誰も。ほんで、ちょっとやっぱ移動した方がいいかな、思って移動したら、まだそのおっさん拭いてたからね。まあ、それ好きなんやろな。うん。で、ピカピカにしてんやろな。たまに見ててん、チラシ。ほんなずっとなんかヘッドライトのとこずっと拭いてんの。なんかさっきから10分ぐらい経ってんねんけど、ずっとヘッドライトずっと拭いてん。相当大事にしてんの。まあな。もう綺麗なってるやろ。でも、そんだけ拭いてんねん。でもね、それが好きな人いるやんか。いや、まあ、洗うのがもう趣味みたいなさ。うん。洗車命みたいなのもいるしな。ほんまに。あれ、こんなうっとうじゃろ、洗ってさ、拭くところが詰まってたら。ああ、まあ。掃除機とかやりたいのにさ。ああ。またなあかんな、あれめっちゃ腹立つね、あれ。でも、早どけやって思うしな。あれ自分勝手な。ずっと拭いてるやん、みたいな。あれほんま自分勝手じゃない。いや、まあな。なんで俺の時にやるいや、ほんまに。だから、だいたい、なんやろ、競争する時あるけどな。なんか。ああ、早。向こうも狙っとるなんて。早よそこに移動して。ほんまガソリン入れたかったけど入れてみたいな。いや、ほんまね。まあな、人間って浅ましいな思うね、ああいう時は。やりながらさ、なんか、次はここ小屋んとこうと思ったもんね。不便やな、ここ。あれしかないですか、あの、高圧のやつしかないですか、普通。まあ気持ちわかるけどね、ほんまに。なんか俺はなんか、ほんまに、あるやん、水道のホースが出る、ちょっとチャロチャロって水。いや、それさ、あんなんでやりたい。でも、実際さ、それで、洗車場言って行って、なんかさ、300円で、チャロチャロって多分くれる。チャロチャロってか、普通のさ、あれ、もう勢い強すぎんねん。シャワーヘッドみたいなやついてさ、シャーってやったらクレームくると思うね。多分、いちゃーってやって、やっとなんか、うるわー水めっちゃ使ってるわいや、ほんでな。はじけたばいいや、そうやねん。ほんでな。言うたら全部車バーって濡らすじゃないですか。ほんで、バケツにね、言うたらシャンプーみたいなの入れて、で、水入れて、泡泡にして、で、それスポンジでこう、車こうやるやんか。ほんで、そのバケツに、俺水入れたいね。でも、その高圧のやつ。いやね、ほら、いくらやってもな、ピューってやっても全部自分にかかってんじゃん。ピューって入れんねんけど、パッてのけたらもう一切、もう5ミリぐらいしか入ってるの、バケツに。勢い強すぎて全部出んねん。ほんで、俺もなんか、わからへんからさ、
恥ずかしいやん、周りに言われて。ちょっと乾かなってで、向きになってやんねんけど、ほな、今度バケツが水圧でなんか、だいぶ向こうの方にブーンって行ったりとかすんねん。それさ、多分。は、なんか、誰か見られてるじゃん。これどうしよう、水溜めたいねんけど、どうしてんの。で、パーって、なんか、俺別に分かってるでみたいな感じで、なんか、スポンジ持ちながら、なんか、うろうろしてて。どっかに。多分分かってへんねんで。どっかにあるんちゃうか。でも俺分かってるでみたいな感じで、なんか、うろうろしてたやん。普通の顔して。こんなんあってん、水道。ある。あ、ここでほんな水入れたやん。それまで俺、高圧のやつで、バケツに水入れたから、5ミリぐらいしか溜まってない。また、全部自分にかかってた。あれ、乾かそう。で、向きになってやりすぎて。ほんなバケツがなんか、ブーンって水圧で遠くの方行って。走って取りに行って。ほんで、入ってきた時もな。入ってきて、正面にあの自動で洗うやつが3台ぐらいあんねん。で、その奥に自分でセルフで洗うのが2台分ぐらいあんねんか。で、俺分からへんからさ、窓全開して入ってきてやんか。その、最初にその自動で洗うとこ通らなかった。で、そこが混んでるから、もう全部使ってんの。で、こう、バーンって入ってきてさ、窓全開してんねん、自分の。ほな、やっぱりその、3台洗ってるから、しぶきが全部入ってくるよ。入ってきて。それだけでも顔のびしょびしょになって。あかんと思って。知らん。バレたらあかんと思って、なんか普通かかってませんみたいな顔してすぐ窓閉めて。でも全部俺もう顔びしょびしょになって、それで。ウィーンって閉めて。わからん。で、ちょっと拭いて。で、わかってます。落ち着けをつけと。わかってますよ、わかってますよ、感。めちゃめちゃ出してたから、ね。多分、バレてたよね。こっち多分初めてやろな。あいつ高圧のやつでバケツに水溜めようとしてる。絶対無理やでって。絶対散られてみて。ブーン絶対溜まらへんの。なるよ、あんな。むきり、あいつがびしょびしょになってる。乾かない。いや、ほんまに。いや、でもまあ気持ち無理やからね。たまに。洗ったらね。たまにやっとったら。そう、ほんまに。いいと思いますよ。めっちゃ言って、俺、ありがとうな、言うて。磨いてた。ごめんな、遅なって。お前さ、車さ、乗るときいつもさ、今日もよろしくね、みたいな。俺言うね。言ってる割に、お前、2年洗ってなかった。ほんまに。お前、めっちゃ汚いおっさんみたいな、なんか。飯だけすごい食べさせといてさ、風呂は一切いへん、いいの、みたいな。ありがとう。これからもよろしく。まあね、まあ仲良がいいよね。俺外置きやからそんな2週間に1回ぐらいいいからもうドロッドロになるからね、ほんまに。まあまあ、でも、ね、でも、あ、そっちの方がでも逆にええんちゃう？その言うたらこまめに洗うよ。でもそれ同じ300円やったらな、俺も300円自動でな。うん。絶対そっちの方が。まあな。めっちゃさ、俺、だからむっちゃ金つこだもん。俺ほんまむっちゃ金つこだ、そこで。そんなさ。600円。いや、屋根の上とか言うてもさ、なんぼさ、セダンタイプのな、あれでも、届けへんやん、そんなん。ああ。やろ？うん。すごいね、ガンマイクみたいなさ、ほんまにそう。なると思うねん。すごい勢い。余計力入らへんし、なんかこう。そう。ほんで、なんか止めれるんすよね。あれずっと出続けるからさ、何分間か。ほんで、使わん時もあるやん。ほんで、一時停止も止めれんねん。ただ、その、300秒かな。300秒ぐらい、しか止まらへん、ね。だからそれは、ただ一回止めて、例えば、うん、60秒止めて、うん、止めたら、次は、あと、その、言うたら240秒、そだんだんその、減っていくわけよ。なるほど、止まってる時間の水を止めれるわけよ。ずっとその出してる。洗ってとか、ね。洗ったりとか。なるほど。ほんで、俺、もうだいぶ金つこてんなと思ってたよ。うん、何回もこれやってるし、俺何回もジュース買いに行ってるし、一回も開けてへん、ジュースを。だから、とりあえず、もうあんまりこれ以上、金使いたないわ、思って。ほんで、とりあえずこれで最後にしよう、思って。600円のやつ、またやってさ。ピシューってやってさ。ほんで、止めれるから。書いてるから。ほんで、すぐパッと止めて。ほんで、パーってやろうってさ。パーってやるって。ほんで、パーってやろうって。ほんで、また出して、ピシューってやって。またすぐ止めて。で、それ繰り返して。もう、なんせ止めんのをあんまり言うたら。長く止めてたら、もったいないからな。長く止めてたら、もうそこでも終わってまうねん。洗う時間がなくなって、流す時間がなくなるみたいな感じか。もうその水を、言うたら、例えば5分出せるとするやん。それ止めれる時間は300秒つするやん。ほなら、2分しか使ってへんのに、300秒止めてたら、もうそこで終わってしまうわけよ。書いてんの。トータルの時間も終わってまうけど。そうそう。それもったいないな。うん、だから早せなあかん。急いでばーって自分ピシピシなのやってさ。ほんで、一応全部できてん。全部流せたと思って。でもまだいけるから。ほんで、まだもう一回スタートしてさ、バーって出すんやけど、なんか全然終わらへん。
なんかもう流すとこないねんけど、見せてるから一応当ててるけど。もったいないから。もったいないから。わかるわかる。ほら、先あんな急がんかったよかった。もういらんのにずっと出てるから。もうそれめっちゃようわかるわ。なんやねん、俺はさっきあんな急いで止めてたのに。ほら、あんな急がんかったよ。むちゃくちゃ、もうええねん、思いながら。むっちゃ出るやん、それでも、ちょっと焦らず。わかってる感じして。まだ慌ててる感じでやってたけども、綺麗になってたから、だいぶ前に。ちょっとね、まあな、こまめに行った方がええわ。そう、こまめに行く方がいいですね。ねえ、いい休みしてるじゃないですか。え、まあね。有意義に。そうやね。はい、ということでして、はい、今週のテーマ、決めましょうかね。というわけでね、はい、久々の感じするな。まあ、月一やからね。もっと経つよ、ほんま。だいぶ会えた気がする。が。なんか、すごい、いろいろありすぎてさ、サッカー。ずっとやん。いろいろありすぎてさか。いやしさ。ね。いろいろあったね。まあまあまあいろいろあったよね。確かに。本当に。激動の1ヶ月。激動すぎん。確かにな。なんかな。うん、脳みそがついてかい。まあ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 。天気も変わったし。うん、確かにね。梅雨になったし。そうやね。確かに。久々の晴れ間やで。うん、まやな。恐ろしい。なんか天気。頭痛かったもん。ああ、気圧の関係で。そう。俺もちょっとそれ感じ、俺あんまなかったんけど、うん、この晴れた日と、この雨の日、やっぱ違うわ。こう、乗り方が。いや、違うの。明らかに違うよね。やっぱり。ぐってなんか重い。もうだって、何見た目、もう空がもう、どよんとしてる。鉛色みたいな色やから。怖い色して。日持ちも、なんていうの下がるよね。下がるし、なんやろうな、シャキッとせえへんというか、ね、シャキッとしにくい空模様でも乗り越えてこれよな、なんとかね、うん、皆さんにね届けるために笑顔をね ABC ラジオにやってまいりました。そういう気持ちよ、オープンカーに2人乗ってぐらいの気持ちでな来たよね。ほんまにやっぱりまあまあその梅雨とかそういうのもあってやっぱり天気はねどうしても悪いし、でまた台風というか台風そういうのも来てましたんで、もう台風の気圧がすごかったな。あ、そうぐそんな感じるみたいな、もう持っていかれる台風に、そんなにあんでぐらいのほんまにちょっと重かった、まあ、あこれ重いわ、もまあまあまあな、しんどかった、まあな、ね、抜けたらやっぱスッとした本当、あ、うん、それ何飲んでそれは何飲んでるの？バスケの選手が飲むやつ。一番お前に。よく飲んでるやろ？大リーガーとか。いや、その色ついたな。ピンク色のやつ飲んでるけど。これバスケ選手。何それ？バスケ選手が飲むやつ。いや、そのバスケ選手が飲むのなんでお前が飲むの？かっこいいから。うん、色かっこいい。すごいな。ピンク色の。ピンク色のやつ飲んでる。ちょっとね、やっぱりちょっと、まあ、オンエアの時は違いますけど、うん、ちょっと台風というか、それで、大雨とかで、新幹線がストップしたりとかして。名古屋駅の映像見た？なんかもうすごかったな。すーごかったよね。もう入りきってなかったよ。あれなんであんなんだっけ、なんか俺も噂段階でしか聞いてんやけど。何？なんか、日傘遅れてるやんか。うん、もう遅れたことに。止まってたよ。遅れたことに切れた、うん、おっちゃんみたいな、乗客のおっちゃんが、非常停止の名古屋で押したらしい。うん、それで、より混雑。起きたみたいなな。それいつの話？昨日の昼間。ほらもう。昨日の夕方くらい。再開してる時に。そう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 。再開してから。一昨日止まってたよ。完全に。うんうん、もう昨日動いたよ。うん。昼から昼から動き出したみたいな。そうそう動き出して。動き出してから。止まってまた。おっさんが腹立って。うん。で、なんで止まってんねんって。そう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 。いや、なんで、それ、間違いない。違う。俺もそれな、確定ではないけど、そういうふうな話が、なるってなってて、うん、ほんでなんか、それで名古屋駅なんか、誰も入れん。それがさ、もしほんまやとしたらさ、うん、どえらい考えのやつやな。いや、もうすごい、やっと動いたのに。すぐ、ラッこれ分からんで、ね、まだ。むちゃくちゃ確定ではないけど、いや、俺もそれ。それ、だから余計それでさ、止まるわけっていうことやろ。実はお前が、見たな。実はこれ定かじゃない、ね。ちょっと。あんまりそれが事実やとしたらやで。事実やとしたらやで。うん、俺もこの噂。噂。何これ。久保田が言ってたから、久保田が言ってた。むちゃくちゃ。むちゃくちゃやん。トロさんも久保田が言ってたやつやから。
でもそれがもしほんまやとしたら一番信用できへんやつめちゃくちゃやな。いや、それほんまやとしたらやろ、うん、ありえへんやろ。アホすぎるというか、もう余計余計もういらんことすね。望んでたことと逆なってるやん、怒りすぎて。そうそうそう、キレすぎ、キレすぎて、うん、腹立つ。それやったとなんかスッとしてるやろ、なんか何とも言えない。数分後でも後悔してんちゃう、どうえらいことしてんもんとあって。いやでもさ、うん、感情ぶつけられへんから。でも、まあ、そいつ何がしたいんだ事実やとしたらな。めちゃくちゃやな。そんなことがあったりとかさ、人のイライラが募るわけよ、ほんまに。ちょっと、それは、なんやろ。最大5時間くらいかかって言うからね。だってさ、それで泊まって、前日泊まってて、うん、で、再会したりとも、その前日行かれへんかった人とかが、もう、押し寄せてくるわけやから。そや。それはもう、ただでさえ、今多い時期やのに。うん、それはごった返すよね。昨日、うん、もうずっと新幹線の、あの予約のやつあれやんか、うん、EX な、うん。ずっと入られんかった。もう。殺到してたってこと？もうアクセス集中して、うん、もう20分待ってくださいと、うん。で、無理。もうずっとそれ半日ぐらいやって、やっと夕方ぐらいかな、うん、に入れて、うん、で、今日のチケット取ったりとか。そうそうそう。あ、そうなんや、うん。ちょっと俺もだから、その泊まった日が NGK やって。ああ。帰りよ、動いたな。いや、動いてなかったよ。俺、たまで、なんか、やばそうやな、思って、見ててん、俺。うん、ネット、うん、新幹線状況、たまに。うんうん、ほな、なんか、岐阜羽島と、どっかで、なんか、最初、停電になりましたみたいな。で、ちょっと遅延してます、みたいなって、うん、大丈夫かな、と思ってて、1時間後ぐらいにもう一回見たら、その、雨量が、その、危険なあれにまで達したんで、うん、今、ちょっと、もう、運転ストップしてますってなったから、帰られへんってなって、ほんで、マネージャーがいたから、うん、飛行機、すぐ、で、飛行機動いてたから、飛行機動いてあれ飛行機動いてて、で、急遽飛行機で戻るみたいな。でもあれやったけどね、やっぱりその、混雑してるから、羽田が、なんかその、降りられへんからって、着陸、だから、上空でずっと待って、ああ、嫌なやつや。順番もあって。うん、なんか結局45分ぐらい遅れて、着いたけど、でも飛んでたな。ああ、すごいね、飛行機な。意外と飛ぶからな。それで飛ぶんやと思って。意外と飛ぶよね。そうそうそう。なんか、不思議なもんで。そうやな。一番止まなさそうな。なんかね。感じやけど。そうそうそう。意外と飛んだりとか。一番安全って言うもんね、飛行機が。風向きとかもあるかもしれんな。なんかあるんやろな。お前なんか、そういうのが。あと、どこに向かうかとか。あ、まあな。うん、こっちから向こうに行くやつは無理やろ、ね。そうそうそう。で、まあ九州方面とかはもう結構なったりしてたから。不思議やね。なんとかね、うん。よかったけど、ほんま大変よね。乗ってて止まったらさ、どっか全然知らん場所でさ、降ろされてそこでホテル取るみたいなさ。最悪車中泊もあるからね。あるやん。なんか映ってたもん、ニュースで。うん、ここで止まった。どこやって、どっかの駅で止まって、で、そこでホテル探す人もおれば、うん、もう新幹線の中で、もういるっていう人もいるんで、自動販売機なんか長蛇の列で来てた。やっぱ飲み物買うんやろな、みんな。飲み物って大事じゃん。なんか挟ましいよな。俺そういう時はもうあえて買わへんわ。嘘つくね。一番にめちゃくちゃ買うやん。俺も買わんとこうやってぼーっとして。でも俺は、そんなせんでもなんとかなるよ、つって。というかみんなに行き渡るようにしましょうねって俺やったら温度取るけど。温度取ってどうするんですその後。いやその一人が買い占めみんなに買い占めんなよって、うん、みんなに一人一本ずつねっ。そうそうそう。うん、ほんで俺もし行けたらカレー作ってくるから。うん、行けたらね。で行けへんかったらすいませんって。いやそれは正直ありがたいと思うでカレー。それはめちゃくちゃ並ぶと思うで。ただやろ。もちろん。なんでお前その状況でただのカレー作んねん。お前 もし行けたら、ね、お前も困ってんのに。もし行けたらやけど、でもその、ね。お前がさ、他の近くのってさ、現れて、やったら分かる。お前も乗ってたやろ。なんでお前急にカレー作り出してみんなに振る舞ってんの。いや、そういう気持ちを、ほんまに。どこで振る舞いたいな。どこだって、ご飯とかもないわけやからさ、新幹線で。確かにな、トラックのあの、雪の止まってさ、みんなが差し入れするとかあったりするもんな。ああいうの助けやよね。ほんまほんま。悲しいよね。なんかな、うん、なんかそういう時になんか出るよね。人間性。人間性が。確かにそうやな。まあな。まあまあ、イライラするけども、うん、バッと押す人もおれば、うん、なんか、な、ゆずってそういうカレー作ろうという気持ちになる。まあな。確かにな。
いろんな人がおるよね、ほんまに。まあ、そうやから世の中っつうのはね。そうやな。いろいろあるわけでいろんな、そういう人もおれば、逆の人もおるから回っていくんでしょうね。なあ、ほんまに。なんで俺急に仕事意味がわからない。だから牛乳しこいて。ちょっといただいてみるから。全部といたらいいの。牛乳だから。でもなんかお楽しみ会かなんか。なんか小学校の時のなんか牛乳だけ飲んでみたいな VTR 見るみたいな。な。土曜の昼。土曜の昼のお楽しみ会な。うんやね。ちょっとねこれもう照り焼きがこんなラインナップなってんのよ。で俺からで俺がどれ食べたらいいの。ちょっと待って。香ばし醤油マヨ卵照り焼きガーリックバター照り焼きチキン。ああで俺、まあ、俺どれでもやけど全部美味しそうやしどれでもやけど どれが好き。それが好き。いや俺を食べたいのは、うん、香ばしい真ん中やな。あーこれ、うん、そっかほんなら俺これいったぞ。俺どれでもやねほんまに。あほんまどれでもなんか全部美味しそうやん。ほんなら俺真ん中で食べるわ。ほな俺これいった。引っかかったな。ほらほんまオフのやつ。ほんま俺これがいい。ほんまに。ほんまに俺これが良かった。いやいやいや。これほらこれ。いや俺だからほんま俺奥やねほんまに。あったかいぞ。ほんまに奥。ほんまに奥やね俺。俺もこれ食いたから。じゃんけんさせてくれ。ほんまにこれ。じゃんけんしよう。でお前これ食べたやろ。それは俺奥のやつ取るための俺の引っ掛けやねいやいや俺これ。でそうこうなるの俺は分かってて。これ美味しいぞ。これはこれ食べたい。これでいいよ。でもお前これでえこれはスパイシーチキンマックナゲットは従来あるやつ赤っ限定。うわこれも限定。じゃあいただいて。これ限定ね。ほんで食べていいソースな。これ食べていいで。いいで。これソースこれも新しいやつ。これも新しいやつや。食べていい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとやめて。ちょっと待って、ちょっと見て。うわ、すごい。すごないこれ。食べていい？ちょっと待って。ちょっと待って、待って。ちょっと待ってな。もういいやろ。ちょっと待って。もういい？これは？ちょっと待って。これは？ずっとあれ。これも限定やね。じゃあ俺食べるか、うん、それをちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、いただきます。うまい。めっちゃうまい。ちゃんとやってるで、ちゃんとやってる。一本ちゃうかった真ん中やってほんまてる真ん中一本そうじゃなかったこんな難しい食べ方こんな難しい食べ方してるの安定性悪いで風吹いたグルーンってなるからブレインってなるブレインってなるうまいうまめちゃくちゃ美味しい、うん、で牛乳チキンも分厚いガーリック効いてるわうまいぞ新商品のポテトって言ったんだしなずっとあるやつやうまいわちょっとこれもいただいてみるわこれ何ソースやったっけヤンニョム系辛いやつですね辛いソーススパイシーなんとかソースあ、辛いあ、でも合うわあ、辛いこんな辛いめちゃくちゃ辛いうんでもちょっとちっちゃい子は無理かもしれん両方辛いよねちっちゃい子が間違って食べたら偉いことになると思うああ泣くと思うそんなにうわー辛すぎてでも大人にはたまらんと思う、うん、大人にはいいぞこれちょっとあのポテトをさもっとお前でも中立したいに置いてくれよお前ポテトあんま食べへんって言うじゃんもうサラダちょっと食べへんサラダサラダ食べる？お前カスやんか それサラダ言うたらもうめちゃくちゃなるよサラダなお前なんかあれやん何やったっけサラダポテト食わへんみたいに言ってたやんそう食わへんなんて言うてへん嘘変な嘘ついてなんかなるほどこれ食べてくれめちゃくちゃ辛い
思ってるより辛いわ。あ、辛いわ。そうやろ、子供なくともへん。これソースがちょっと辛め。あ、辛っ。今日朝マクド食べようもんじゃない、やめといてよかった。マクド食べようもんじゃない、朝マック行こうかもね。何時に起きてんの今日何時起きてん。今日8時前早いな。早いよ、昨日。それええわ、これ。え、それええわ、何これ。あ、そういうこと、うん、食べていいの。それも新商品限定。混ぜて。え、赤いの何これ。うまっ。マンゴー、めっちゃうまい。何マンゴー。杏仁マンゴー。杏仁、ちょっと杏仁豆腐の味するし、なんかこのパリパリとしたなんか赤いやつ、うまっ。こんなにガチうまいわ。ちょっと食べてくれ。ね、スプーンあんの。あった。子供のやつ。あの垂れそうなところ。ちょっと待って、ちょっと待って。子供がやるやつ。我が子にやるやつや。うん。うんやない。めっちゃくちゃ美味しい。スプーンあんのここに。じゃ食べてみてくれよこれ。ほんま。違う違う、大丈夫。スタッフに、いや、食べてみ、ライブ子供が撮ってる思ってる。あ、視聴者さん、そんな見てる人にさ、いや彼氏、いや、いやお父さん、それいや、言うてる。あ、ちょっと、こぼれそう。昔はそうやったやん。それでも喜んで食べてやへんけ。子供がスタッフや思ってんの。昔はそれでみんな喜んで食べてたやんけ。めちゃくちゃうまい。たまには実家に連絡せよ、いうことやん。下手くそすぎるやろ。こういうね、ラインナップなんや。恐ろしいうまさやで。でも食べてみてくれや、一口。どれ。うまかりすぎず。ちょっと高いからな。あ、なんか辛そう。辛そう。もう一個呼ばれる俺。あ、辛い。あ、もう一口目から。なんか辛い。すごいわ。あ、辛い。あの辛いやつの、あ、結構辛め。辛いのかな。食べてみて。ちょっと真ん中のところまでいけるように、真ん中いけるようにしたから、端のとこ食べてさ、お前のために真ん中残したから。食べて。大丈夫、そう、うん、これだいぶ辛いな。すごい辛いで、思ってるより辛い。これの辛さでだいぶ辛い。真ん中の一番入ってるとこまで、俺そこまでやったからさ、端、すぐお前真ん中いけるように。歯型が出てんねんです。兄さん、兄さん、もうちょいでこぼれるから。あのもうハンバーグがもう、こうベロンになってたから。多分大人の人好きやわ。辛めを攻めてはるわ。マクドさんがちょっと、だいぶ大人に向けた商品出してきてるっていう感じしてます。うん、ちょっとこう韓流マクドナルド。美味しいわ。全部美味しい。全部美味しいよ。ぜひ皆さん。タイムラブに。おはようございます。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダイアンと申しまして、はいはいはい、あのまああのお正月目ですけどもね。そうですね、本当に。あのまあ一人暮らしからしたらやっぱりなかなか大変でして。あ、そう。食生活がすごい大変なんですね。あ、そうなんですか。あのほぼ毎日あの出前なんです。出前ね、ほんまに。出前ばっかりですよね。まあ出前ばっかり頼んでましたら、はいはいはい、たまにちょっと腹立つこともありまして、ね。何何？この間もあの出前頼んだんです。はいはいはい。チャーハンと餃子頼んだんです。ほうほうほう。今すぐに持って行きますって言って、ね、全然来えへんくて、結局来たらめちゃめちゃ遅くてね。それちょっと腹立つな、ほんまに。腹立つんです。でもこういう時ね、店員さんにね、文句とかちょっとよう言えないんですよ。マジで？だ絶対すぐ言うけどな、そんな。なんて言うていいかよくわからないんですよ。あ、そう。はい、一回やってみようよ。うん。でも出前持ってきてくれや。お。俺文句言うたろからさ。はいはいはい。教えたろな、お前。ならあんまりでけへん出前の方がいいよね。うそやな、お前。はいはいはい。ピンポン。ガチャ、はい。あの注文受けてました中華料理屋です。ちょっと待って。むちゃくちゃ遅いやんな。遅すぎるやんな。
俺頼んだいつやった？昨日です。遅すぎるやろお前。頼んだかとか忘れてもやねんかお前。なんでこんな遅かったん？まあちょっと言い訳みたいになってしまうんですけども、ちょっとなんやねん、なんやねん、なんやねん、ちょっと痛めてました。足痛めとったんかお前。ほな他のやつ持ってきてらええねんか。いやチャーハン痛めてました。チャーハンかい。何時帰れんの？いやめちゃめちゃ忙しかったんですよ。で、うん、今日もめちゃめちゃ忙しくてね、うん、しかもあの出前の自転車とバイクも全部出てしまってましてね。なあ、まあ、歩いてきたんかいなお前。いやあの店長の娘さんの一輪車あったんでそれで来ました。何乗ってきてんの？え、一輪車で来たん？はい、出前を、はい、おかもち持って、はい、え、街中を、はい、こんな感じでお前なんなんお前すごいなお前。すごい明るい方ですね。なあお前。いや怒ってはんのかな思ったら。怒ってるよ。一時こうやってはだから怒ってるよ。でもこんな遅かったも初めてやで。すいません、まあ遅くなったお詫びというわけでもないんですけども、もしよかったらこれあの何やのこれお前。これうちのおじいちゃんの片身のヨーヨーです。いらんわ片身ヨーヨーな。はい、いらんよ。どうぞ。いいって。まだまだあります。いいからお前出前出すよお前。すいません、お待たせしました。チャーハン9人前です。違う違う、お待たせです。すごい元気やけど全然違う。俺頼んだんチャーハン餃子や。ええってないの。あ、そうなんすか。いや電話ではあのチャーハン餃子って聞こえたんすけど。どんな頼み方やのチャーハン餃子って。いや何回隠してもチャーハン餃子、僕チャーハン餃子。あほやそんなやつだ。小学生やと思ってたんすよ。違う違う、チャーハンと餃子やってチェッタじゃないのお前。もう出せよもう。まあ、お代はチャーハン1人前分だけで結構です。そらそやろお前。残りの8人前はのサービスさせていただきますんで。サービス多すぎてでお前、はい、もう出せやもう。すいません。頼むで。ちょっと一回ほぐしてからじゃないと、ね、え、ちょっと待って待って。お前おかもちに直接チャーハン入れてんの女。器が全部出てしまってましてね。どんな店やのお前。当店器7つしかないです。やめて。家で直接入ってるチャーハン気持ち悪いお前。それ大丈夫です。うちのおかもちめちゃめちゃ綺麗なんですよ。そういうことちゃうねんお前。前ちゃんと洗ってますんで。家って気持ち悪い。めちゃめちゃ綺麗なんですよ。バイトでおかもち洗うだけのやつおるんですよ。どんなバイトやねんそれお前。おかのちってやつなんですけど。おかのち。おかのちがおかもち洗ってんの、はい、ややこしい。めっちゃ笑ってますやん。全然笑ってへんよお前。もう出すやもう。器あります。どんな店やねんここよほんまに。だいぶ固なってるんでね。どんだけ時間経っとんのお前。昨日のなんで。ほんな持ってこいや。閉店の時間になったんで帰りましてね。でも作るのは昨日作ったんです。作り直すねこういう時。ちょっとねむっちゃ多いやんもう。9人前なんでね。すごい多いな。チャーハンお好きなんですね。お前が間違っとんなお前。何しとんねんお前。いや手つこてる。手つこてる。手つこたらあかん。何してんのお前。手つこてるやん。大丈夫最後はね。最後までじゃない。手つこたらあかん。大丈夫、僕手めちゃめちゃ綺麗なんすよ。いや、専門でちゃうのお前。この間店でね、誰の手が一番綺麗かと検査あって。どんな検査やねんそれ。僕の手が一番綺麗やったんです。知らんがなほんまによ。一番汚かったあの、岡の地なんすけど。ちょ待てよおい。そいつからってんやろ。岡の地癖でね、すぐに肛門触りよるんすよ。やめさせ、やめさせそいつすぐに。でも岡の地めちゃめちゃええやつなんです。おろなってへんよ。岡の地めちゃめちゃ男前なんです。男前な。でもすぐ肛門触るの。やめさせそいつすぐに。岡の地ハーフなんです。ハーフやった。ハーフで男前で、でもすぐ肛門触んの？むっちゃもったいない。だけ肛門触らんほうがええでって。モテるからって。岡の地しょっちゅううんこ行きよるんです。絶対うんこついてる。このチャーハン絶対うんこついてる。ついてます。認めた。認めた。あかん。添えてます。添えてた。添えてた。200円アップです。浮かれとった。浮かれとった。すごい手つこってる。すごい爪の間に入った。やばいかな。多分チャーシューです。茶色いんで。うんかいそれお前。もうやお前二度とお前のとこ頼めへんからな。実は当店今日で潰れることしてね。そらそやろって。萌えはどうもありがとうございました。どうもダイアンです。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあね、お願いします。お願いします。まあまあいきなりなんですけどね、僕はこうドライブスルーの今まで一回見たことないんですよ。珍しいやん。せやね。大家族やのに。大家族ではないけどね。何嫌な言い方しかで。ちょっと経験させてくれ。ドライブスルーお前店やってくれ。はいはい、はい、俺車で行ったらいいの。はいはい、大家族ちゃうから、ね、車で行ったらいいな。オッケー。ブーン。びっくりした。走ってる途中の車、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 
店員さんですか。店員です。あ、新規開けてましたんだね。ギカギカ光ってましたね。開けました。新規って何ですか。僕初めてなんですよ。あ、そうですか。はい、いらっしゃいませ。はい、あの本来ね、こちらのマイクでご注文していただくんですけど、はい、例えばちょっとマイクの方が壊れておりましてね、はい、あの直接対応させていただきます。はい、正社員です。それいります。正社員ですよ。それいや、バイトやと思われたくないんで。舐めたりしないですよ、僕。あの昨日あの正社員になりまして。ウェスやってないの。マイク壊れてるんですか。そうなんですよ。7年前から来まして。直したの。絶対直した方がいいでしょ、それ。いや、直そうかっていう話出てたんですけど、うん、なんかぐちゃぐちゃってなってなくなりました。なんでぐちゃぐちゃってなったの。なんか社員旅行となんか被ってました、ね、時期が。帰ってきた思い出すでしょ。何この人。え、あ、そうですか。なんすか。あれ、あ、そう、なんすか。軽自動車ですか。え、軽自動車。あ、あかんの。いやいや、車検。いやいや、台車、台車。いや、違いますよ。メインですよ。メインで。はい、これ軸として。はい、前、はい、中学生。どういうこと。乗ったらダメでしょ。じゃあさっきまでね、はい、あのフェラーリポルシェって続いてて、はい、次何の車来るやろってみんなで言ったんですよ。はい、あのまさかの軽自動車やったんで。そういうことあるでしょ。何なんすか。軽自動車入ります。なんで奥だって言うんですか。軽自動車でした。なんかかけてたやろお前。いえ、何これ。すいません。なんすかこれ。なんすかガチャンって。なんすかこれ。軽自動車の場合に、はい、あの軽っていう文字出さんとダメなんです。なんでなんですか。めっちゃ恥ずかしいですやんか。後ろのお客さんにも分かりますように。いや、見たら分かるじゃないですか。いやいや、あの後ろのお客さんにも分かりますように。何事みたいに言うてるんですか。何この人。何ねお前。ご注文の方はチーズバーガーセットでいいっすよ。チーズバーガーセットで、はい、ポテトの方なんですけども、揚げた方がよろしいですか。当たり前やろかお前。生で渡すんかお前。切った方がよろしいですか。丸ごと開けんのか。無理やぞ、切れよ。カットで。当たり前やろかお前。あと渡す時なんですけども、うん、一括で渡してもよろしいですか。そうか、一本一本渡してもよろしいですか。一括や。なんで俺こうやって待っとかなあかんのお前。一括でね。おあとポテトのサイズなんですけども、あの強中弱とございますけども。扇風機かお前。扇風機みたいになってないかお前。扇風機じゃないです、ポテトです。クレーマーですか。ああ、何こいつ。軽自動車に乗ったクレーマー一番怖いですね。あやお前は。な、S と M、L やろ、それが。強中弱です。M、L やろ。強中弱です。弱でええわ、お前。S でよろしいですか。あわお客様、ちょっとポテトの方なんですけども、あの、少々お時間の方よろしいですか。してやしてるやん。何やねん、お前。何こいつ。してるやんって。はっきり言い直した。出来上がるまでの間、もしよければ、あの、こちらどうぞ。何なんすか、これ。私の高校の卒業アルバムなんですよ。いらんわ。なんで今のお前のコード見なあかん、そんなもんお前。見てください、これ見てください。もうええって。見てください、最後の方のページのね、個人写真のページ見てください、これ。何やねん。これミスプリンとか何でか分かんないです、これね、あの、私になってるんですよ。お前は。えどういうミスや、これ。全員お前や。これミスですよね。何やこれ。これミスですよね。ミスやって。ミス。もうええから。はい。怖い。なんで。はい、渡せよ。え、渡せよ。ああ、乗ります。乗るわ。スペースあります。どんだけちっちゃい持てんねんお前。ピタピタやから。どんな車持ってんねん俺は。お前サロナやってみます。せやや、あんまり。ナビつけてますやん。あかんのか。ケやのに。どうでしたらあかんのか。ええ、触んなよ。見ますね。触んな。三重の通に設定しておきますね。どこかすねお前。でももう行くわ。お客様、今キャンペーンやって。何や、くじ引きやってるんですよ。皆さん引いてもらってるんで。もうこれやお前。すいません、一回戻してください。なんでやねん。これあの普通車用の方でした。軽自動車これ。マジ。はい。ピンセットで。マジかお前。マジで。あ、軽の方なんです。すっか。これや。ハズレです。いやもうええわって。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。これ見て。シェー2発で金メダル。ゴールドメダル。見て。おい、めちゃくちゃすごかったやろ。シェーでゴールドメダル。ゴールドメダリスト。世界一おもちゃみたいな。あ、メダル取れた。見て、お見事。いや、まだ早いやん、総合やろかい。お、誰もかけてねえ。誰もかけてねえ。俺サッカーの時もかけてくれや。ど真ん中すごかったやろ。
マジすごかった。俺もよし、次の衝撃、次の競技、衝撃映像、次の競技行こう。これやね、これです。行くぞ、三球衝撃映像。なんて俺の質かへんねん。合格で。はい、イライラ。ハッピー。イエーイ。三つの得点、総合得点で。オッケー。さあ。俺でも四十点。40点。アスファルトタイヤを傷つけながら。さえばれよ。こうでの。いや、それは俺も機関とやってたやんけ。俺もどこ裏に入れて。俺も機関とやってて。真ん中100か。よし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 。なるほどな。一回やったら分かった。よし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 。なるな。メダルもある？俺メダルある。よし！返せよ俺のメダル。それはまだ俺、まだ俺のここが、まだ俺の、まだ俺の。俺がメダルやろじゃ。俺のメダル。あんな橋の、あんな橋の橋。俺はど真ん中や。でもサッカー俺も取ってるから、サッカーニコちゃん俺。そういうことやろ。そうですね、サッカー俺取ってるやん、はい、さっきのサッカー俺取ってるし。お前バスケ、ほんな俺取ってるやん。2個ずつや。じゃあ俺バスケ取ってる。これ最終決戦やん。俺2個な。オッケー。これこれや、前なんか1回やったな、はい、これ楽しいね、これ好きや。俺からでいい。うん、ちょっと俺な、クリアは取っといて。おい、これ、もっと回ったりせんかった。そうやね、回らんやん。タイミングよくやれば、タイミングよくやれば回れんねん、はい、あ、もう回る。今のロスの時の森瀬です。髪の毛紫とか青のコラーが逆なってる。珍しいやつや。これもえどっちか着陸したらもう勝っちゃうな。着陸って。あーちゃうわ。な、俺が思ってるところで話してくれへんねん。意外と回らん方がええんかも。Ha ha ha!
シャキやって。ああ無理やな。ラスト一回にしましょう。ラスト。新進気鋭の新進気鋭のねえね、新進気鋭のあの、新月面とか言おうと思ったら新進気鋭のアーティストデザイナーとかここ下手くそやなここ、ね、そこ、そこ、そこや、力遅いねちょっと。分かってんねん。あれ。惜しい。もう終わりやね。じゃあさ、手で投げてさ、どっちが立つかでいこうや。ねえよ。これから。ね、手で投げて。オーケー。ダメ。絶対低いってもっと高かったってこと。やったー！3つ目の金メダル！須田選手金メダルです！やった3つ目ラストの競技があります。もうこれでお二人3対3なんで、もうこれで最後勝負バドミントン。バドミントン。はい。俺3つ目な。俺でも俺のアーチェリー最強やったやん。ど真ん中やったね。そこでやります。聞いてる？忘れてる。誰も変に生活。忘れてんね。三点選手。はい。落としちゃったら負け。オッケー。どうぞ。イエーイ。いやいやこれは今のは。イエーイ。いや今のはもうおかしいし今0点やで今のなしな農家の赤なんてやねんイエーイよっしゃあっイエーイ2対するよっしゃあさあ、ジャボーイ！さあ、セリダリーやったー！今の中やったやろ今の中落ちてシェー今の農家シェー今の農家ラストゲームポイント津田日本代表津田モンゴル代表西田シェーシェー金メダリストユウスケ総合優勝ユウスケでも津田も3つ取って胸張ってくれ帰りますくれ帰ります広島なんやろ喉を昔こんな感じひんかったかけどなと思うけどななんか乾燥今めっちゃ感じんのよないやそれ昔からあるって昔からなんかな俺が感じんかっただけお前はよくあの昔と今の違いをなんか天気とかいろいろ言うけどいや一緒やでかな昔でも俺こんな乾燥してる感じなかったけど最近ではすぐ乾燥分かるやんやっぱ喉で分かるよあめっちゃ苦いがするうん乾燥してるきつく感じなうんかなんなかなかなほんまに加湿器耐えてる加湿器もやってるよそれも絶対だからなでも乾燥が一番あかんから、うん、水、まあ、でも水分取ってな、うん、でも俺はその
ビタミン C、 ビタミン C を、これはね皆さんちょっと騙されたもんで一回やってみてください。みんな知ってんねん。俺去年のこの時期俺多分もう風邪ひいてたと思うね。でも今年はまだひいてんねん。ちょ俺うっすら感じるけどちょっと鼻声やこれは多分あれ風邪とかじゃなくて なんか突発的なもんやと思う。それ何やねんそれうっすら風邪ひいてるやん。いや風邪ひいてん。俺はやっぱり風呂上がりとか暑いやん言うて、まあな、うん、だからパンイチでしばらく普通に戻るまでパンイチおったりとかするやん。でそのまま俺はよう寝てまうんよ横なって、うん、ほんで朝までは寝えへんけど、うん、それで何時間か寝てしまうみたいな、うん、でちょっと寒くて目覚めるみたいな、うん、ほんならそのぐらいからなんか喉意外がすんなみたいなさ、まあな、うん、そういうのが多いんよ、うん、ほんでそのまま風邪ひいてもってるみたいな。いつものパターンはな。そうそう。でも今年もそれやってんねん俺。やってんのかよやってもうてんねん。やってもうてんねん。やってもうてんねん。でも俺ビタミン C 取ってるからむちゃくちゃ元気。何やねんこいつ何やねんお前そんなに足りてなかったんかい逆に今まで。いやこれはやっぱりそんなに取れてなかったんかいビタミン C。 俺やっぱ皆さんやっぱビタミン C 取ってください。いや分かってんねんこれはほんまに。みんな知ってんねん。むちゃくちゃ取ってるから俺俺体もほぼ今ビタミン C でいやいやじゃあ絶対 何か足りてへん。決定的に足りてへんと思うほんまに。まあな俺もみかんすぐ食べるし、うん、俺はみかんやん。俺はもうみかんで取りたいタイプやから。でもお前そういうな俺にみかんで対抗しよう思ったら700億はあるからでも俺はもうほんまに朝も最近朝はもうみかんみかんを3つぐらい、うん、ちっちゃいねサイズ、うん、ちっちゃいサイズ3つと、うん、あの餅食ってんまあ冬はあの磯辺焼きを作って餅うまいな。朝あの醤油と焼いてさ海苔巻いて食ってんねまあな、ああ腹バンバンでいってんみかん食べてほんで薬飲んでってるからほんまちょっとあの言ってん俺ずっと腹下してたりってさ1ヶ月ぐらいな、うん、お腹下してて、うんうん、で病院行って、うん、でなんか薬もらったらもう次の日からもう治んねん。何やったっけ。いや なんたら言われたけど突発性下痢症候群めちゃくちゃダサいよ何やねんそれ。突発性下痢症候群やでそれだったら俺忘れへんなんか言われて慢性ノンタロコータラみたいな何も分からへんそれ薬で、うんすぐ治った。もうびっくりしたよそんなすぐと。それまでほなその薬飲むまでまだずっと下痢やった。もうすぐもうでも基本下痢や言ってるやん。いやでもそれがひどかってほんまにもう座って、うん、もうそんなしたくないのに座ったらシャーッて水みたいな。汚い話もうちょっと肛門痛なる。いやまあそうやな痛なるやん下痢の時ってちょっと痛なる、ね、その状態がずっとすごいもう水みたいな猿みたいなこうもなってるような感覚になれんなんその感覚 なってへんねんで。でも 痛くてちょっとこう中のやつがこう外に出てるぐらいなんかすごいいう感じシワシワの梅干しみたいな確かにこうキュッてしてる感じなってるどっちかってっていう感覚になってるやん。なってて痛いね。いやそこまでじゃなかったけど、まあ、とりあえずもう座ったら出る。そこまでやろお前その1ヶ月向けに続いてたらいやこうも持たへんねその痛みはほんまそんななかったでもすっごいすぐ終ったら出る。でもう何やったら座ったら出る。もうちょっと痛いな思って座ったらもうほんまに水みたいのが出るみたいな。気張らんでも出るんや。もう水ほんま水やねん。だから収録中にも行ったりとかしてて、うんうん、でも薬もらって次の日からもうガッチガチのんこ俺びっくりしたもん次の日からガチガチびっくりしたびっくりしたで俺忘れてあれなんでってあんだけ1ヶ月ついてて次の日朝行ってあなんかいつもちゃうと思って、うん、すっあれ忘れてるから、うん、えガチガチの出てると思ってえなんで昨日一個だけ一方だけ薬がこんなすぐ効くそれが今もカチカチな。今もカチカチ毎日飲んでるから薬。あ今も飲んでんねや。朝で結局あのビオヘルミンじゃないわなんかそういう調整剤調整剤成長剤成長剤と朝に一錠違う薬飲むんやけど、うん、それだけやねん。まあまあな結局でやっぱりそういうのは
取るべきやねん。だから俺は勝手なイメージでもうお腹下してるから、うん、俺乳製品とか取ったらもう倍増する思ってて、うん、そういうヨーグルトとかさ、うんうん、食べたら余計下すイメージ、牛乳飲んだら下すって言うやん、うん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 、そういうイメージやから余計下すもんやけど、やっぱりそれ取った方がええねん、乳製品を、うん、乳製品とかそのなビフィズス菌じゃないけどさ、あ、そうなん、そういう菌とか、うん、成長作用あるわけ、ああ、なるほどね、うん、まあな、すっごい次の日やったもん、忘れてたもん、カチカチやった、うん、自分が飲んでたこと、なんでそれぐらい衝撃やった、なんだ嫁に言うともチャカチャカチャの方が出たいって嘘、うん、言うたもん、ほんまに嫁も一緒に悩んでたからさ旦那の旦那がずっと1ヶ月間PP やから、ほんまにちょっと心配しとって、うん、カチカチになったよって、いや、すげえ朝ドラみたいな話、どんな話やだ、第何話やよっぽ最終回、よっぽ最終回でカチカチになった俺が下痢で苦しんでる前に137話やらなかったちょっとだけど、うん、あ、もうええか。何？なんか、大きくてやっぱりなんか、そういうな、あの、吉本でも何人かいるやんか、それ系の。うんうん、で、なんか共通してんねんな、なんか。何が？なんか、ギラついてるやつが多かった。ああ、そう。その、もう一人、吉本でなんか、ちょっとそういう系で、うん、やめて、やめっていうか、クビになったやつおるんやけど、うん、やっぱりすごい似てたもん、感覚。俺、そいつとそいつがいつも被ってって、俺は。ね、ああ、こう、ああ、そっかそっか、頭の中であるやん。結びつかへんみたいな。どっちやったっけみたいな。なる二人が、もう似たようなことしたから、でも、怖っと。結局、そうやって、こうなってから、俺もその、パーってその、それ調べたときに、でも、やっぱ酒、なんか、みんな酔うてない、大体。酔ってたかな、なんか酔うてやってるのが多くない、なんかそういう、なんか。まあな、うん、一番出る言うしな。そうそう、なんか酔うとやっぱ分からへんようになるやん。いや、でもさ。うん、そう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 。でもやけどな。もちろん。めちゃ、もう何歩酔っても本性出る言うけど、うん、最終的な理性って絶対残ってるやん。うんうん、うん、できへんやんか、うんうん。それやっちゃうのってやっぱり、この、なんまあ危機感がないと思うね、正直。それやったらあかん。もう仕事が全部なくなるとかさ。あとだから、その、もう分からへんようになるまで飲むんちゃう。それはやばいな。ほんまにもう、聞くやん、もう覚えてないとかさ。あ、怖いな。うん、何したか覚えてない。それはあるよ、俺も。記憶ない。でも、な、もう帰ってる。でも、その時に多分、うん、なんか、やってしまったりとか、っていうのを、ことちゃう。だって、なんか大体みんなさ、まあそうじゃないのもあるやろうけど、なんか飲んでるな。ああ、酒。うん。前園さんもそうやしな。前園さんやろ。前園さん。だいぶ前やタクシーのあれ蹴ったもんだいぶ前やし井上のあのダンスミュージックもあれ飲んでたよ、ね、あれ7月7日やからねあれ七夕あれ七夕あれも毎年七夕の時思い出したいそうかそうか、うん、あれ七夕です死んだやつみたいになってほんで野坂先生がマイクの中である予定あったもんなあれ時パーティーパーティーみたいなパーティーの時までも予定あったもんなパーティーのだいぶ予定あったよ予定あったよなだいぶ予定あったマイクでなんたらせん言ってバーンとついてそうでその後大島監督が野坂さんの、うん、あんな綺麗に顎に入るっていうぐらい顎にパンチ確かに僕も悪かったかもみたいに言殴られて2歩ぐらい夜も言ってはったあの時も言ってはったよなまあなだから結構酒まあそうじゃないもちろんやつもあるけどなんか配信とかさ酔って配信してとかもう覚えてへんあのそうやな、うん、あのちょっと酒で何回かぶつかってる人とかもああそうやろうん私もやっぱり酔っ払って配信してああそうなんだ分からないなってもう両手でもぶつかるはさ、うん、もうそれはなんかもうどういうことなんやろと思うよなその分かってもう乗ってるやんそうや分かって乗ってんの感覚がやっぱりベロベロで酔うてんのに酔うのなんやろそれなんでなんそれ自らやっていうさそうやな、うん、その感覚がだからもうあれじゃあ大事よでもこうビビリっていうのは大事やからもうなんであそうやな、うん、なんでその状況の時に車なんやろうってね、ああ、うん、ちょっとな、なんか、しょうもないことでさ、うん、何のもあれやしな、しょうもないこと、じゃあそういう事件であったりとかさ、うん、まあな、一番悪いことやから、ほんま、怖いよな、悲しい、あんだけ戦ってたさ、うん、ぐいぐい大脇が、なんか、変なことしたりとか、もう言ったら、忘れてるよ、俺もだって忘れてて調べたくらいやから、何やったっけ、なんかあれ、ぐいぐい何やったっけな、あれと。なんで、なんか
これになってんだっけって調べたら、うん、ああそうか、でそこで、ああ先生、多分今タムケンさん県なんかやってると思うね。そうやんな。なんか俺なんかヤフーニュースかなんかで、うん、田村さんの記事があって、うん、あれこれ飲みだ、あ、グイグイ浮気やと思って、うん、なんか写真ってこと、お写真で写ってたってこと、そうそうそう、もうやっぱりな、うん、ちょっとあんまり好きじゃなかった正直苦手な方やって、あ、そうなん、苦手やった、なんでなん、ガサツや、あれガサツやね、俺は正直あんま知らんけど、うん、その何なんかしっかりしてそうやん、なんか言うたら先輩後輩とかも何回か そのお酒の場に行くけど、うん、やっぱ俺な、ああ俺苦手なタイプやと思いながら飲んだもん、もういいねん、俺なんか俺そういうのすっごい敏感やから、それは何、俺マジで当たるで、酒の酒飲んだ時場の感じが、うん、もうはっちゃけすぎてるとか、そう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 、調子乗りすぎてる、なんかでかい、まあ俺もでかい声出すけど、うん、じゃなくてもうただただはしゃぐなよ、そう、もうはしゃいでるだけやんそれ言って、うん、もうめちゃくちゃおもんないこいつみたいな、それはあれ酒入って、その酒入る前から、そ酒入る前からもちょっとなんかそういう感じで来とったけども、酒入ったら余計になって、まあ苦手やわ思って、なるほど、苦手やと思った、ほんでまあまあやっぱりそんなすんのかまあまあな、うん、まあ、なんで女ってなってた俺は。でもさ、そのにしてもなんかそんなんか不思議なんよね、なんかなんぼ酒入ってた言うても、うん、そんなさ、なんかそういうなんかちょっとそういうなんていうの、うん、あのわいせつみたいなさことを女の人に、まあスケベな心出んの分かるよ、うん、でもそれを実行するって、それを知らん人に、うん、その酒飲んで酔ってたとしても、うん、ああまあな、どうなってたん、それエッチな店行くとかさ、うん、そうやったら分かるやん、うん、なんかもう歩いて、そう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 、恐ろしいね、うん、まあでもまあもうね、あのもう出所してんだっけ、いや、捕まった、捕まってないよね、いやだからそういういやいや、それは別に誰々とかじゃなくてね、そういう、あ、全体的に、全体的に、だってあのあんまりそのあれなんか分からんけど、うん、そのちょっと前にもあのなんかそういう事件というか、うん、誰々知ってますみたいな、うん、がなんかちょっと捕まったんですみたいな話聞いた、怖いわ、あので、俺は全然知らんかったけど見たことあってん、テレビで、お何々の、あ、え、あの子の、全然知らんで、知らんけど、そう、あいつあの芸人でみたいな、誰誰、こうこうこうで、あのなんか捕まった、何系かだけやし、 HK のやつ、 HK、 HK、 もちろんめっちゃ HK、うん、でなんか捕まりました、捕まったやんみたいな、もう嫌や、もう聞いてたけどなんかそのなんか内容聞いたらな、うん、なんかあのまあまあその内容というかそのエッチ系やね、わいせつ系やねんけど、なんか、え、お前なんかここ5年ぐらい海外行ってたみたいな、その言ったら、うん、今こういう世の中こういう状況っていうの知らんの、知っててそんなんするって初歩的な、なんかすごいどんなメンタルしてんのみたいな、あ、怖っ、おちんちん送ったりとか、ええー、もう何、まあまあ分からんけど、おちんちんの写真、おちんちん送るってね撮ってるやん、もう撮っておちんちん包んで送ってる、ね、なんかそういうなんかでもだから、うん、怖いんじゃ、そういうなんていうの、自分の、うん、そういうな欲求とかっていうのは、まあまあな、こういつそうやってこうなんかで出てしまったりとかするか分からへんもんなんやろな、うん、怖いよ、まあ、気付けなあかん、ほんまに、ほんまに酒はね、恐ろしい、恐ろしいな、うん、ダスロレンで2ヶ月後ぐらいだから電車でおうち貸して2人ともなで、なんか酒飲んだ後が真っ白な顔してで珍しいな、同じぐらいの時期に2人とも捕まる二人とも痴漢して我慢できなくて真っ白な顔してパシャンって映った瞬間髪の毛ボッサボサグレーの末ってきて交流されてるちょっとほんまになんかせな、誰かの映像でこんなんなってるかもしれんやん、そうそうそう、映像で流れてきて、うん、ユースケがこれ取り押さえられてがもうホームに走って後ろ姿
あれ誰か見え、誰か後ろ姿、誰かあれ見たことあるな。でも絶対わかる。あ、パーマで。もう後ろ姿も 100% わかるからね。わかるよ、そんな。近い人。怖いよ。いや、ほんまに気ぃつけなあかん。そう。で、あれもさ、要はたまにその映像見るやん。線路沿いを男がバーって逃げてるみたいな。で、あれもなんか、その、よくわからへんというか、いろいろ聞くやん。例えば。冤罪でやったら。そうそうそう。や、の場合、逃げなあかんとかさ。でもなんか聞いたりするやん。うん。で、なんか、駅長室行ったらアウト。そうそう、もうその時点でアウトやん。もう確保されてるみたいな。そうそうそう。だからわからへんねん。わからへん、ほんまに。もうその場で、もう弁護士呼んで、そう。もう一切動かへんか。ほんまに逃げるとかさって聞くやん。っていうことだよ。なんなんでそこら辺のさ、そうそう、雑な感じ。それずるないっていうさ。うん、ずるないっていうのは。ずるないっていうか、そのやってないのに、例えばこの痴漢です。実際そういうの。つつもたせ的なね、うん。あるもん。実際そういうのあるやん。あるあるある。で、やって痴漢してないのに、うん、触られましたとか言われたら、うん、周りの人も絶対女の人、うん、大体信じるやん。そうやな。だからそこで取り押さえられたりとか、うん、触って何もしてないのに。うん。ほんでそのままさ、なんか駅長室みたいな連れて行かれて、うん、こう捕まるみたいな、うん、でそれがやってないのってもうむちゃくちゃやん、うん、そうやな、うん、人生終わっちゃうから、そうそうそう、もうお金取られてみたいなことやろな。だからもうやっぱりさ、完全に言うてくれと思う。車両分けへん、うん、ほんまに。今女性車両あるけど、うん、もう俺時間でいいと思うね、うん、この5分に1本電車来るとするよ。なるほどね。40分偶数発はもう全部女性、奇数はもう男性ぐらいでいいと思うね。でも東京、まあ、それで無理やと思うけど、そう、東京ぐらいバンバン来るんやったらいいけど、うん、そんなさ、田舎の方でさ30分に1本しか来えへんとか、田舎前にならへんやん、そこまで。まあでもで、特にもうその痴漢が多いとされてるさところで限られてるやんか、うん、ってなったらもう完全に分けたらいいと思うね、半々。まあ男性の大変やもうで。そう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 。でも、その女性の方が圧倒的に被害多いわけやんか、時間で言うたらさ。うん、ってなったらもう、それも致し方ないような気がするんだよ、俺は。それでもさ、私も関係ないって入ってくる女性がいてさ、それで痴漢されたんだったらさ、そうそうそう、もうさ。男性陣もやん。遠吠え、犬が、犬と、また犬連れ込んできてるやん。赤バナか拾ってきたとか。閉じ込めてる。いや、ほんまに。男性陣も、それはやっぱり、めちゃくちゃ多いわけやん。そういうのをやる人が。だから、そう分けたとしても、ねうん、多分、あれじゃあ、もう知らんふりして、分、うん、からんふりして、そう、女性の車両に乗り込んで、うん、みたいな人、やっぱり出てくると思うけどな。それをやるために。この間映像見たらさ、まさしくそれをもう、女装した、うん、おっさんが、うん、なんかもう、囲まれてたもん。うん、まあ、それ女性車両入って、触ってたやんって。それは痴漢するために女性の格好して、うん、すごいやん。でもそれってさ相当アホじゃない、うん、なんかもうミッション多すぎるやんか。まあな、アホやしもうめんどくさいし、そうそう、うん、まず女性の格好女性にならなあかんやん、うん、その時点でもうバレるしね。ほんでお尻触ってるやんか、うん、女性がじゃの、まあな、そうやな、もうわけわからん、ねうん、あのお前何が、俺も言いたいもん、お前何がしたいねん、うん、ほんでそ女性の格好したとて、そうそうそう、触ってるからせやねん、それはもう痴漢やんっていうね。もう気ぃつけよう。気ぃつけようということね。ほんまに。気ぃつけようもないけど、うん、ちょっと、なんか怖いから。恐ろしい犯罪かな。そう。なんか、どっか忍び込んだりしてる人みたいなんか。まあな。いろいろあんねん、ほんまに。でもな、うん、なんかやっぱりそういう、わからんよ、性癖癖な。とかって。隠れたな。怖いなと思うで。だってそうじゃないと、例えばこういうのじゃないと興奮しませんみたいな人は、例えばそれがちょっと普通じゃなかったとしたら、あかん、それじゃないとあかんわけやろ。身近な人でも、うん、そういうの知らん人いっぱいいると思うね。あ、実はみたいな。そう、実はこの人みたいな。なんか、うん、すごい、うん、お尻バーン叩くとか、まあそれぐらいかもしれんけど、うん、なんかもっとひどいスーパー SM みたいなさ、そうそう、だからちょっと犯罪級のみたいな、ね、そうそうそう、そうだからそれになってたら、うん、逆にやられるとかさ、うん、こっちが逆に、うん、だからお互い知らんこともあると思うで、俺の性癖でってこと、俺の二三性癖っていうかは、うんうん、一個あるのはなんか、
お尻プリプリっぽい女の人が歩いてきたら絶対見てるもんね。お尻はな。うん。それは、たまにあるやん。その、電柱、こっちタクシーとか乗ってて、電柱とかで、もう、ずっと見えへん時あるやん。あと、ほんまに腹立つからね、運転手として。これ見たいんですよ、お尻。って出そうなるもん。しかもちょっと。どんなタイミングやねん。ちょうど進み出したのと同時にあるから、ずっと。ずっと見えてない。隠れる瞬間あるわな。うん、ある。あれはほんまに腹立つな。腹立てんな！ほんまに。あれは、なんでユースケのためにみんな世の中の女性をお尻見せないかんねん。なあ。それはあれ。なんでお前のためにお尻をちょっと見せなあかんねん。いや、それはね、ちょっと一個の楽しみというか。すな、そんなもん楽しみ。それぐらいちょうだいよ。ご褒美。ほんまの、もうねえそれでいいねんって。砂糖水やで。お菓子で言うと。でも、それでええんよ。お菓子で言うとほんま、ちょっと砂糖水、ね。それで十分だよ、うん。ほんまな、それぐらいの世の中になってますよ。ちょっと、さあ気をつけてね。もう、ぐいぐいもね、もう気にすな。ぐいぐいの話あんましたんだよ。もう、綺麗に忘れてる。お礼ですら忘れてたやもん。何やったっけってなって。これまで調べる人おるかもわからんから。もう。でもやめてるからな。ぐいぐいはもうね、うん、元気です。はい、というわけでございまして、ここで一曲聴いていただきましょう。コーディー・リーで、冷やしネギそば。それ無理やって。それは無理やって。ちょっと、一回座って。一回座って。コンビニのもう全部新商品、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、これをちょっといただいてみようか。どれがいい？どれがいい？言うていい？いいよ。ああそう、スープを味わう冷やし生姜醤油ラーメン。絶対これ。ああそう。まあこれでしょうか。ということはこれ。いや違う。ヘビ。ああそう。これかこれ。ああどっちがいい？こっち。どっち？こっちがいい。でもこっちでもいいの？こっちも。爽やか。これパステで。爽やか。ん？爽やか。爽やかか。あ、でもガチでこっち食べてみたい。あ、ほな、これ。グッと押しつけな！これどうしようかな。おわわ、俺。なんでグッと押しつけた！うわ、俺ほな、そうめんしようかな。パスタやって。ファミマの。初めて。でもどうしよう。あ、そうめん。冷製パスタ。これをかける感じ。やっぱもう冷やしぶっかけ手延べそうめん。そうめんでいくんや。そうめんでいってみる。そうめんあった。そうめんあった。イボの糸。ちょっとパンチ効いてるわ。匂い、ニンニク入ってる。これをズバッとかける。こんな感じ で俺は手で食うたやつ。いつものこれもうどかそうや。いやこれはほんまに見ないから。これこっち来た外人みたいな。ちょっと冷製パスタをさ、コンビニのご飯食べるのは初めてちゃう。あったかいやつあっても。俺ぶっちゃけな話言うで。ええよ。感想はぶっちゃけ言うで俺。ああそういうこと、うん、ぶっちゃけの話は言いません。なんでそんなこと言うの。なんか秘密言うてくんのかな。これ何？生姜。これガチうまいわ。まあ。ちょっとほんまに美味しい。ミスやん。うわでもすごいわ香りが。店でこれ出されたらいただきますよって食べるで。そりゃそうや。うん、うまっ。夏
夏の味や。うまい。ちょっと俺これほんまに美味しいな。これほんまに美味しい。ローソンの新商品すごいわ。もうなんかコンビニのレベルじゃないよね。ほんま違う。うん、パンチもあるし。これでこれから暑なってちょっと食欲なくなってきたりとかしたらめっちゃ食べやすい。これ美味しいわ。ええなこれ。コンビニでそうめん食べれるなんて。そうめんなんか家でしか無理や思ってたで。そういう意味では冷製パスタもそうやん。ないよね。うん、うまい。これほんまに美味しいわ。うん、美味しい。もう一個ぐらいいっとくか。文句ないわ。ちょっとほなちょっとそこ俺食べたかったラーメン取っとく。そのラーメンどれ。全然です。あ、これか。分かってたやろ。これほなこの明太クリームうどん。あー、ええやん。こんなんツルトンタンでしか食われへん思ってたで。明太クリームうどん。冷やしラーメン俺好きやからさ。お二人も製麺入れる。おお。うまや。でこの具材を入れると。あと壊しこれ、あ、これ映ってるから俺のやつなんかさ。これ俺が置いた蓋が映ってるんかな思ってさ。これほんま危険やでこれ。いやこれ。反射して俺の蓋が映ってるに見えて、俺あええー、ってなって。3D みたいになったから今。楽しかったやろ。楽しくはないよ。俺どんだけ娯楽ないもんね。これ何？明太。あ、これが明太か。これはじゃあクリーム。そうですね。しっかりと麺をほぐしたいと思います。あ、でもこっちに明太入ってるよ。どういうこと？追い明太とか。あ、そういうこと。ちょっと辛そう。しっかりこう麺をほぐしてさ、やっぱり冷やしラーメンの、問題点俺一個あんねん。何？やっぱ最初美味しいねんけど、うん、後半ちょっとこう、うん、なんやろ、食べづらくなるっていう。どういうこと食べづらくなるんですか？なんやろ、飽きてくるってこと？うん、なんか味が濃くなるというか。そう？うん、で冷たいから。あ、味濃くしてやろう、ね、なんかもうわけわからなくなってくる。でわけわからなくなる。早いやろ、わけわからなくなる。ほんまわけわからんから。これ何なん？あ、明太やわ。でもこれぐらいほぐした方がいいやろ、見て。いや、お前いつもさ、そのめっちゃ見さすじゃん、見て見てって。あれやめてくれへん。どうし、共有したい。そのなんか富士山とかやったら言ってほしいけど、見てって。ああ、すごいやんってなる。その冷やしラーメン見て言われて困んねん。生姜じゃあ、これだけほんまに。だから生の生姜って、だからそれ、これ珍しくない？夜景とかの時に言ってくれ。でもこれ珍しくない？その生姜見て、あの袋じゃなくてさ。生姜見せず、袋じゃなくてさ。あ、そのまま。そうそうそう、これ珍しいやろ。いや、それ見せない。それは見る価値あるよ。それは見る、それは見る価値あるよ。ないよ。ちょっと食べてみるわ。うわ、ツルツルしてる。うん、ほんまにちょっとやっぱそうめんと違うわ。ラーメン、うん、そうめんとは違うわ。これ喉越しだけで言ったらそうめん、音だけ聞いたらそうめん食べてるみたいに聞こえるやん。全然違う。ねえね、音だけ聞いたら。おいしい。うん、生姜がええわ。美味しい。どう？クリーミーで美味しい。なんか明太もちょうどいい。こう。でも明太クリームうどんってさ、うん、どっちかというとあったかい。そうやね。そう。それどうなん？だから全然あの冷たくてもあったかいのよりよりちょっとさっぱり。その点についてリアルな意見聞かせてくれよ。クリームが何やろ、冷たいから。夏にええわ、ほんまに食べやすい。なおな。
熱くでも食べれる。炎天下の下でも食べれる。それ嫌やわ。お前のお前。俺は嫌や。俺は嫌やそれ。炎天下やってて食べれへんやん。こんな。これ食べれる。食べれると思うで。ほんまに。俺炎天下の下でそれ出されたらちょっと嫌やもん。100% ぬるなってると思うしさ。おいしい。おいしかったな。ちょっとね、もう残り2つはもうええか。もう食われへん。言うて食うやん、ゲリスターは。これもうほんま腹いっぱい。最近、その食われへんキャラでめっちゃなんか勝負にかけてるけどさ。いや、俺ほんま今日もう無理。俺ほんまもう今日何も入らんで。このさ、最近、それでも、なんで勝負それで勝負してんの。もう俺ほんまもう今日こんな食べたら俺もうほんま何も入らん。いやいや食べれるってお前は。ほんま？うん、もうほんま入らん。腹パンパン。腹パンパン。大丈夫？びっくりするわ。だいぶ食うたで。いやじゃあいっぱい全部一歩くらへんけ。いやいやいや、これはもう。まだまだ食える？冷やしラーメン。いやこれ全部は無理よ。食べてどんな感じで食べるかやって。何？一回やって。一回やって。どんな感じで食べてるか一回やって。難しいこと言うな。一回やって。どう？あいつやん。お前やった。もうようやるやんこれ。小学生にやった。やめや。うん、おいしい。 いやこれはもうね間違いないわ。安心です。何がどんなことがあっても安心。コンビニさえ行きゃもうこういうのこんなおいしいの食べれんねん。お店行かんでもええって感じやな。もうほんまに、もしまあこれからね新商品ということで気になるやつあったら皆さんちょっとぜひ食べてください。着いた？着いた。よっしゃそれが狙いでした。服につかすっていう。全然クリアしないで。気持ちいい。いや、いきなりですよ、ね。はいはいはい。僕ね、スカウトされたんですよね、スカウト。うん、まあ、なかなかスカウトされることないじゃないですか。そうやな。スカウトされたい今日は僕。スカウトされたいな。だから僕ね今日向こうから歩いてくるから、うん、西田君僕のことスカウトしてよ。頼むわほんまにな、あんまり。まあ確かにね、うん、俺も思ってたよ。あ、そう。誰もお前のことをねスカウトしにけえへん、うん、まあ確かにな、うん、おかしいやん。まあな、うん、こんなええのにな。なほんまに、うん、こんなピカピカ光ってるし。まあまあ、ね、ありがとうね、ほんまに。すごい素敵やんか。まあ、ありがとうほんまにな、うん、こんなに二足歩行やしね。どこ褒めとんねんお前。おかあるやろお前ね。俺も腹立ってたから。向こうから歩いてくるから頼むね。スカウトして、スカウトしたいな、よろしくね。すいません、すいません、すいません、ちょっといいですか。なんすか、なんすか。すごい、体すごいいい体してますね。ほんますか。うん、鍛えてはるんですか。いや、そんなことないですけどね。顔もなんかシュッとして男前やし。あ、ありがとうございます。すごいな。はい、ほんますか。お兄さん、はい、もしよかったらね、僕と一緒にトウモロコシ作りません。何すかんだよ、お前。ね、農場？え、ブラジルです。いやよ、絶対成功せへん、それ。すごいお金持ちになれたりするから。もうええわ、お前。スカウトも難しいよ。まあ、まあ確かにね。スカウトでもいろんな種類あるんですよ。うん、例えばね、野球とかサッカーやってる高校生のところにね、うん、スカウト来たりするじゃないですか。はいはいはい、でもかっこいいのがね、うん、僕はそういうやつ、断るやつね。僕はもう道決まってますと。あ、他の道に僕は行きたいですと。そう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 、あんな憧れるんですよ、僕。あれかっこいいよね。ね、ほんまに。もう何回来ても一緒ですよ。帰ってください。帰ってくださいって言われてもね、何度でも来るよ。それが僕の仕事だからね。君はね、早く自分の素質に気づくべきだ。確かに君は体はさほど大きくない。しかし足も速くはない。しかしそのボディバランスも良くはない。ただそのリーダーシップ、統率力、それもあるわけではない。しかしその目の輝きも特にはない。何もええねんか、お前。なんもないやろ、俺。なあ、なあ。しかし、うん、ジャケットがよく似合っている。それなんやねん。それ言われたらどうしたいの、俺。また来るよ。来んの？なあ、来んでええって。なあ、ジャケット似合って何？何のスポーツそれ。なあ、どうしたらええの、俺。なあ、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 何なの、何なの、何なの、何なの。また来たよ。また来た。なんなんと言われてもね、何度でも来るよ。オンオンと言われてもね、僕は帰らないよ。何ちゃうな、お前。気持ち悪いと言われてもね、居続けるよ。君はね、早く自分の素質に気づくべきだ。君は、ジャケットがよく似合う。わかったって、もう。
分かったよ、また来るよ、ほんでええてジャケットだよ、青山の人なあ、何のスカートな、俺どうしたいの、ジャケット似合われてなあ、もうこんといてな、もうこんといて、もうこんといて、また来たよ、また来たのね、また来たのって言われてもね、何度でも来るよ、どうしたらええの、俺どうしたらええのって言われても僕は帰るわけにはいかない、帰ってって言われてもね、僕はこのまま帰るとすごく怒られるんだ、何の会社なんつうね、今日はちょっと見てほしいものがあるんだ、見てほしいもの、何それ、テレビデオだよ、ちょっと見てくれ、ビな、何なんですかこれ、馬の出産シーン、何見せとんねんなあなあ、いい返事待ってるよ、どうしたらええの、また来るよ、どういう返事がええの、出産して見せられてジャケット似合う言われて絶対ぬるぬるなりやん、出産ジャケット着てやったらもうこんといてや、もうたはい来いや、もう何こげてんねんお前、来てんねんお前は、もうなんだ、もうまた来たよ、また来た、また来たんって言われてもね、何度も来るよ、もう帰ってや、もう帰ってと言われてもね、何度も来るんだ、気持ち悪いなこいつも、気持ち悪いって言われてもね、何度も来る、ロボットかお前、もう立つわ、もうロボットかって言われてもね、何度も来るよ、立つわ、もうね、寝ちゃうお前、君は早く自分の素質に気づくべきだ、分かった、ジャケット似合うやろ、今日はね、ジャケットの話はやめておこう、やめても、ちょっと見てほしいものがある、何を、これだ、手を出してくれ、え、ちょっと食べてみてくれないか、食べんの、うん、何なんすかこれ、カブトムシの幼虫だ、何壊しとんねん、早く出して、早く出して、うがいして、早く出して、早く出してね、早く出して、いい返事待ってるよ、どうしたらええねん、どうせ言うねんお前、また来るよ、もう来んでええってお前、ただね、うん、明日はおばあちゃんの法事があるから、うん、次あさって来るよ、いやまた来れないかでもないよ、どうもありがとうございました、期間限定のアイスっていうのをちょっと、まあ、こういうとりあえずラインナップ食べてて、ミルクバニラこれ、はい、お前でもこんなの好きやこれとかいやいやマンゴー好きやろ、いやでも決めんないや俺もこれ食べたかった、でもジャンキーやすんだ、それでいいやん、いや これ好きやろ、お前もそれやめてくれやいつもさ、いやほんならジャンキーやしょ、ジャンキー最初はグーじゃんけんお前の太鼓覚えた、もう太鼓さんかもテレビで動かへんことやで、ね俺ほなメロン、あでもメロンも美味しそうや、メロンソーダ行こうかな、いやそれメロンでほな書いてあるわ、これ食べよ、俺メロンでいいよ、いやこっちがよくなってるのあでも俺この桃でもいいかな、桃行こう、あー美味しそうやな、うわ見てすげえ、いや飛ばすね、おいしそう、あ、やらかやらこ、あ、やらこ、うんうん、おいしい、今までのこういうやつってちょっと硬かったんよ、まあこれ時間が経ってるからやらかあ、そういう感じ、溶けてるってこと、そうそう、もう桃やん、桃ここにある感じ、ほんまにアイス感ないわ、うえ桃すげえ、桃中に桃が入ってるじゃんか、これ自体がもう桃や、え何これ、めっちゃすげえねんけど、桃をちょっと凍らして食べてるような感じ、そんなに、何これ、めっちゃうまい、びっくりした、これ初めてはこんなん、桃やマンゴーって言われじゃん、いやそれ聞いてからやいやこの同じ系統2種類同じやつが食べるなんて見たことないやろびっくりするいや、あ、してんねんちょっとびっくりやわ、うまっ、おいしい、あ後味うまっ、めっちゃおいしいこれいや全部うまいねんけど
全部うまいねんけどこれしか食べてんけどテクニックなお前これが食うけんこの完熟マンゴーがもうめっちゃヒットしてねて、うん、だからこのシリーズ桃が出てきたってでもおかんの食べ方昔おかん、うん、腹立った見ててペロッといかへんねんそのタイプのそのタイプをどうやって食べるの、ね、普通そうなんそれってこれの食べ方左手こうやってこれの左手こうやっていつもさこれ腹立ってねでそんなことだって やってたよな。お前俺のおかんのアイス食ってるから。腹立つ。じゃあ俺が言うのよ。めちゃくちゃ腹立つ。俺が言うのええね。お前言う。左ついてた。腹立つ。それペロって舐めるもんな。そう。てかね。うん。なんで歯むき出し家事に腹立つの。俺が言うのよ。あいつやろ。腹立つ。めちゃくちゃ美味しいメロンソーダ行ってやもうでも腹パンパンやねんなお前そもそもすっごい食ってないんけ入らんねんもう腹パンパンってお前それではもう勝負できんぞお腹いっぱいやってすぐ言っていっぱい食べるキャラ有吉ゼミで懲りたやろお前パンパンああなんかかき氷の中にバニラクリームが入ってるもろそうだめちゃくちゃうわーすごいあのソーダ感もめっちゃあるあそうかき氷シュワシュワするするする嘘ほんまにシュワシュワせんやろほんまほんまシュワシュワするのするえちょっと特殊なかき氷ちゃうかな、うまなんかドンパチ入ってんのかないやドンパチでもあるやもうパチパチなドンパチせんみたいなまっこれちょっとびっくりあの技術がすごいわそうやな、うん、もうだってほんまにメロンソーダをかき氷にしてるもんいやこれいや楽しみやなめちゃめちゃうまい今年の夏どれ食べようかなそうだからちょっとねあのいろんな、まあ、これ以外もあるしあのいろんなアイスあるんでぜひ皆さん気になったやつの、うん、食べたい食べてほしい美味しい今もその食べ方してるのいや最近見てへんもんだって最近おかんがアイスクリーム食べてるあんま見えへんやんおかんがアイスクリーム食べてるでもそれでも見てた時そう注意するのえ注意してたのそうちっちゃい時今やってできるけど、うん、それちっちゃい時やったからさ何も言わずに食べたら嫌やなと思って変な食べ方してるな他のお母さんきれい他のお母さん他のお母さんきれいに食べてる僕のお母さんが何の食べ方だよちっちゃい時言った言われへん言ったらあかんと思ってたあーおいしい他の人もだから思ってあったやろなあーおいしいとか歯つべた言うなあ冷たい。それは冷たいね。それアイスやから。お前の顔見よりたくて。もうええわ。美味しいわ。もうええわ。ごちそうさん。と出てるよ。バラよ。これはでもあれらしい。これはこう表紙というか。表紙っていうの？あそれの？そうそう。バラやのでも。それだけ答えっていうか。まあこれバラね。知らんかったよ。いやそれもバラも全員知ってる。俺小学校の時してるダイヤの You and Jim ハモれてた完璧ハモれてた出てきたやつ速度で答えてんやな OK、絶対勝つ、ね、絶対勝つ、はい、ポイント数えてて、ね、ちゃんとよし行こう OK どうぞなんて言うやったっけこれね、何やったっけななんたらフックじゃなかったっけねえだ。ねえだけ。スーパーパンストッパー。違います。そんなもっと関係ないだめ。フック。違います。カッター。最初の文字言って。バーン。
これわからん。バソン。違います。バルチャリティ。違います。バリンジャー。バリンジャー。バリンストック。バリマリ。違います。え、これはわかんない。わからん、わからん、うん、正解。バッグクロージャ ー, ジャー。絶対わからんわ。ここまで出てる。嘘ついてる。こういう感じのものが出ます。バッグクロージャー。ここ覚えたな。よっしゃよっしゃ。次お願いします。ぽい。あー、これはもう一瞬分からんかった。どこ刺してるか。さあ、金魚って言いそうになった。いや、それ金魚。あんまこっち近づきすぎんほうがいいな。どうぞ。百条箱。なんでやねん。なんでやねん。今俺言い切った。俺の方が早かったやんけ。いや、その入り俺の方が早かったな。前はどうぞ。なんたらざら。うん、何だっけ。な、何だっけ、何だっけな。モノミキョー。一文字目だけ言ってくれへん。 C です。シリンダー。違います。次だけ言って。いや、主役。シャリ。シャリンだ。違います。シャリシャリザラズ。シャリンザ。シャリンゼ。シャ。でも伸ばす脂肪が入ります。シャー。シャーバー。シャー。シャービー。シャーケー。シャース。シャーティ。シャーサー。シャーイ。シャーニー。シャウ。シャーサー。シャモ。シャーキュー。シャモ。シャス。シャモ。シャモ。シャモ。正解で、正解はシャーレ。シャーレや。もう言うてたよ、俺絶対。俺言うてシャーレて。シャーレシャーレ。いきますね、どうぞ。プレパート。正解です。よっしゃ。今何点俺。プレパート。今俺何点。今俺何点リードしてる。どうぞ。シェパード。完全に俺やったろ。いや、これジャーケンジャーケン。いやいや、シェパード。ジャーケンジャーケン。今の全部 VR 見て。シェパード。シェパードシェパード。ユースケさん。ずるないよ。これはでも。ユータボン勝ちみたいな。オッケー。どうぞ。ポメラニアン。正解です。これポメラニアンか、これ。どうぞ。メトロノーム。メトロノーム。間違ったな今。三連勝。間違った今。どこがやる。メトロノームみたいなのてて。いや、メトロノームってしっかり言った。どうぞ。何だっけ。何だっけ。なったら持ってきて。何やったっけ。どうすねこれ。何やったっけ。もうここまで来てんね。何だっけな。なんかバインダーみたいなやつね。ファイターワン。ロイターバー。ほとんど言ってたよ。ファイターバン。ほとんどロイターバン。ロイターバンって言ってたよ。ロイターバン。今のロイターバンって言ってたよ。4連勝やんな。ユースケで今外人元気。どうぞ。サインポール。正解です。サインポール出てくるだって天才ちゃん。これ10点じゃん。サインポールしてるなんて、まあいいんで、これで、ね、マジ100点。俺小宮山って言いそうになった。それ地元の散髪やん。これサインポールって言えるのマジで、あれ、いやいや、それは今が六本木で100人聞いてきて、それでやろうやん。どうぞ。吹き戻し。正解です。すごい。てたけどこれ六本木でやってきてマジでこれを吹き戻しって答えるさっきの2、3個答えたやつとやってくれの割合で取り付けよう。恥ずかしいやろ。恥ずかしいやろ。これ六本木でこれなんて名前なんて使って聞くの。ガンブチされてる。吹き戻しやんや。吹き戻し。なんとか部屋かなと思った。どうぞ。徳川織田信長。織田信長。はい、これなんかお手つき徳川。いや大丈夫大丈夫。徳川家康みたいな言えてるから大丈夫。織田信長に
アイススケートどうぞ。トートメディアシ正解です。つだ今何練習中怒涛の手足劇どうぞ。ゴロマル。ちょ待ってよ今の俺の完全に俺じゃん。ゴロマル。いや俺ゴロ今のは同時やって。今のでも VAR どう。 VAR ユースケさんの方が違う。何やねんロイターバーってほとんど言ってたしさ。お前もロイターバーって言ってて懐かしいな。ゴロマル懐かしい。どうぞ。何やったっけ、どれ何やったっけ何やったっけ何やったっけネスミス J ちゃうネスミス J 何やったっけ。なんたらなんとか豊か。全然チャーリーチャーリック豊かみたいな。何やったっけな最初の前に。ジョイジョイジェイジェイジャイチャーリーはジョイジャイはギャンブル強いって言ってないか。ジェイジョイジャイ三文字ですね。ゼロ正解です。ゼロね。ゼロ。どうぞ。なんたらちゃん。おたちゃん。違う。なんたらちゃん。うん。なんとかじゃない。博士ちゃん。違うわね。サブローちゃん。おこぼれちゃん。何やったっけ。なおねだりちゃん。受験ちゃん。受験ちゃん何やったっけな。4文字ですね。ちゃんの前おのぼりちゃん。ひでろの名字。ひでろちゃん。坂本ちゃん正解です。なんかさこれさ、レベル、俺のサインポールと比べてやっぱりさ、いや、これが坂本ちゃんはちょっとレベルが低い。いやいや、これは六本木で聞いてほしいんだよ。だから、聞く方が恥ずかしい。どうぞ。ネズミ先輩正解です。めっちゃ好きだもんな、この年代の。いや、覚えてんの、これ、お前が学園で物まねしてたから。どうぞ。もう本場出てこないわ。最初の文字最初の文字言ってもらう。うん、最初の文字スーザーボーイ。正解です。いやでもスーザーボーイって言ってた。どうぞ。はい、シャンプー。ちゃタトゥー。正解です。惜しかった。シャンプー分かれろ。でもどこがねえねシャンプーってなんかぽいやん。どうぞ。日大サムラコーチ。おお、すごい。サムラゴーチめちゃくちゃ早いやん。出す。あれは。ああ。正解です。ササイの狼。先輩吉兆。正解です。ササイの狼。ああ。ササイの狼に正解。ああ、正解です。ササイの狼って感じ。懐かしい。池山心さん。池山す心素直。素直池山素直。池山素直。素顔池山素直。池山素直池山。池山心素直。素直ほんでもう池山心でいいやん。池山心でさ。素直山心素直。そろそろ行くぞ。どうぞ。天使向かい。いや天使半太郎。正解です。え？解明したやん。あ、そうなんや。どうぞ。津田きみこと。おびたにたかし。と津田きみこ。はい、正解です。全部言うたら。どちらも言う。そうやな。両方やな。がたきやってる。だ、これは脳の活性化ならんよ。向こうのゾーン入った。もう変なこと。そして西田ふくらはぎ。どうぞ。おかんの演劇。町役者おかん。ねえね、町役者おかん。どうぞ。西田ふくらはぎ。これなんやね。覚えてるとかねえね。さっき言っていただいて大丈夫です。大阪マラソンの顔紫の西大。あ
寿司を握ってるんでしたい。どうぞ。正解です。ねえ、見ずに見ずに答えるやつだね。もうええって毎回この日大の。もうええって日大の寿司。おっしゃ。次ね。マジックアワーに次第。俺は水泳部の頃の細マッチョにしたい。どうぞ。マジックアワーにしたい。マジックアワーにしたい。マジックアワーにしたい。名前まで当ててるやん。マジックアワーにしたい。なんやねん、マジックアワーにしたい。どうもダイアンです。よろしくお願いします。あの空港のね、はいはいはい、保安検査所通るときにいつもドキドキするのね、はいはいはい、止められるんちゃうかも、ね、あ、まあ、たまにいますよね、うん、一回止められたことあってね、大騒ぎになったことあるのね。あ、そうなんや、うん、なんか堂々したらええねんお前、うん、いっぺんやってみよう、うん、でも検査所に人やってくれや、うん、俺っくかさな、はいはい、ピーあ、すいません、はい、ポケットの中とか大丈夫ですかね。あ、大丈夫です。はい、お鍋とか持ってませんでした。いや、持てないですよ。僕お鍋持ってここ通りました。見てたでしょ。見てなかったんで。見てへんの。はい、何こいつ。ちょっと警備を強化しまして、ね、はい、ちょっともう一度通っていただいてもいいですよ。はい、ピー、え、うん、歯ですかね。え、歯がすごいおでになられてるじゃないですか。あ、いや、貴殿のあの貴殿の、うん、あのすごいご立派に成長されたお歯が、うん、あのすごくおでになられてるじゃないですか。お前敬語で言うたら怒らへんとかないで、お前。何貴殿ってお前。何やこれな。ちょっと警備を強化してましてね。歯でなんのおかしいやろうかお前。すごいおでになられてるから。やめそれ腹立つお前。すいません。何やねん。ちょっとあの、ちなみに今日どちらの方行かれるんですかね。ハワイや。お、嬉しい。何やお前。何やお前。初かな、初ハワイ。何やねん、関係ないやろお前。なめてんのかお前。ちょっとあの、今僕あのゾーン入ってまして。何やねんゾーンってお前。すごい仕事できてるんですよ。できてへんよ全然お前。ちょっとチケットだけよろしいですかね。これや。すいません。エコノミー。え、エコノミーの子。何やお前それ。何やエコノミーの子って思う。橋本さん、さっきのやつやっぱあのエコノミーでした。言うてたんかお前。あいつ多分エコノミーやで見たら言うてたんかお前。何やお前おい。ビーフォーはチキン。なんで今言わなあかんねん。なんで今お前に言わなあかんねん。ビーフォーチキンってお前な。ビーフォーはチキン。なんで今お前に答えなあかんねん。エコノミーの方は先にお伺いするってなってるんすよ。聞いたことないわそんなお前。ビーフォーはチキン。ほんならビーフや。ビーフで。じゃあビーフジャーキーでね。ビーフジャーキーなんかお前。あとエコノミーのお客さんなんで、機内食のちょっとメインディッシュなんですけども、あのエコノミ焼きになりますんで、ね、お好み焼きみたいに言うなよお前。何それエコノミ焼きってお前。何入ってるんそれお前。まあ、生地のみなんですけど。食うかそんなもんお前。もしやったら特別に桜伝部入れることいらんわそんなもんお前。もう言っていいかあんまり。ちょっともう一度通っていただいて。はよせ、急いで走ってくれよお前。黙れよエコノミー。あわなあお前。黙れよエコノミー。もうそれが聞いてんちゃうねお前。すげえ根性してんなお前。今ゾーン入ってましてね。お前のゾーン悪口言うてるだけやぞさっきから。すごい集中してるんすよねお前よ。ちょっとね、いや、こんなにも引っかかるってことはちょっと決まりなんで麻薬犬だけよろしいですか。なんなかったやないか。いや、ちょっと決まりなんで麻薬犬だけちょっと、ね、これやってくれよ。 OK ってすぐ帰ってもらっていい。分かったから。ただちょっと今ね、日本でっていうか、まあ、世界中で麻薬犬の数が足りてないのはこれ有名な話なんですよ。聞いたことないよそんなお前。なんで今日から新システムの導入なんですけど、麻薬犬じゃなくてあの麻薬ゴリラに。麻薬ゴリラ、はい、え、ゴリラな、はい、大丈夫それ。大丈夫です。ほんま？しっかりした訓練を勝ち残ったエリートのゴリラ、エリートゴリラなんで。あ、そうな、はい、大丈夫ほんまに。で今ちょうどね、犬の数が減ってきてて、ゴリラの数がすごい増えてきてる。聞いたことない。絶対ゴリラの方が少ないって。なんで、あそこにいるあのゴリラ、え、はい、あのハンチングかぶったあのゴリラ。すごい、はい、なんでハンチングかぶってんの。麻薬ゴリラなんで雰囲気出してんねん、はい、あれすごいね。あれかなり集中します。あ、そうなよ。もうゾーン入ってます。あれゴリラのゾーンって何やねん。お願いします。大丈夫。あ、ゴリラ来た。あ、すごい、なんかしんどそう。なんかしんどそう、大丈夫？は？何してんのこれ？え？へっこいて匂い出る。鼻の調整？鼻のマッサージとかしてる。鼻の調整してる。すごい、へっこいて匂い出る。すごい調整の仕方や。へっこいて匂い出る。すごいへっこいて匂い出る。すごい臭いんや。すごいへっこ、すごい鼻の調整してる。あ、すごい。あ、来た。あ、怖い。あ、あ、あ、こうするんや。見破っちゃないんや。もうええわ。どうもありがとうございました。どうもダイアンです。
よろしくお願いします。いやーねー、うん、いやいきなりなんですけどもね、うん、僕昔ねあの部活のキャプテンやってたんですけどもね、うん、こう大変なこととか結構あったんですよ。例えば部活辞めるやつおるじゃないですか、はい、そいつのとこ行って説得して連れ戻すというのやってたんですけどもね。まあまあキャプテンの仕事だよ。そうそうそう、うん、お前とか絶対できへんやろなそんなんね。あんまりもまあまあそれ一回やってみると分からんよね。多分まあできんけど。マジかいなお前、うん、ほんなやってみるかお前今。おう、いいよ。ほんな俺が部活辞めたやつやるから、うん、お前説得して連れ戻しに行こう。俺が言ったよ。オッケーオッケー、はい、はい。悩んで話して。おう、お蕎麦売ってると。いや売ってへんから。俺こんなんやってへん。悩んで話してお前。最近どうしてんねん。え？えら晴れてるそうやないか。ほっとけや。夜の街で喧嘩ばっかりして。関係ないやろ。昼の街歩いて。それはええやん。それ自由やろ。すごい歩いてるらしいやん。ええやないか。悩んで話してお前。直入に言おう思てる。うちのチームに戻ってきてくれ。担当直入に言うてみて。言わんでやろ別に。俺はもうチームに戻る気ないねん。よいしょよいしょってないのお前。何よいしょってお前。あいつちおかしいやろか。正直お前が監督と喧嘩してなチーム去ってからチームの雰囲気良くないんや。え、みんなお前に戻ってきてくれって言ってる。みんな、みんなじゃないすまん、うん、木下言うてへんわ。あ、そう、うん、でも他の一応メンバーは言ってたから。あ、そう、それ木下はまあ言うてへんかった、うん、それあんま気にすんの。オッケーオッケー、うん、みんななお前のフリーキックもう一回見たい言うてんねん。みんなじゃない。あ、そう、うん、すまん。木下言うてへん。あ、そう、うん、木下俺、あ、そう、うん、なんかどっか行ってて。でも他のメンバーは一応なんかそういう話はしてたから、うん、そうあんまな深く聞かんでほうがええと思う、うん、あとまあこれだけ忘れんなよ。お前がチーム去ってからな10番のユニフォーム着ようとするやつ誰もおれへんねん。え、これどういうことかわかるか。10番のユニフォームに一番ふさわしいのはお前しかおれへん、それみんな分かってんねん。10番のユニフォームを着るべきやつはお前しかおれへん、それみんな分かってんねん。だからな誰も10番のユニフォームを着ようとせえへんねん。あ、でも今日木下完全に着てもらったけど。木下なんやねん。木下が着て帰ってたで。ずっとなんやねん木下。バイバイって。バイバイちゃうわな。どんな綺麗やの俺のことよお前。木下お前のこと認めてるぞ。え、お前のプレー認め、お前のサッカーに対する情熱認めてる。ただ木下お前の顔が嫌いや言うてる。どうしたらええの。どうしようもない。ちょっと待って、もう行くわ俺。どうしようもない。ちょっと待ってよ。何やねん。もう誰か似てんな。今言うなよ。誰や。今言われてる。ドアノブやろ。どんな顔でドアノブ。ドアノブにそっくり。やってるかお前。L 字型の方やから。どう見えてんのお前。フォルムの話や。フォルムの話。シルエットの話や。何やねんお前は。なあ。ほな逆にお前に聞くけどな。お前にとってチームメイトって何やねん。え、お前にとってチームメイトって何やねん。え、いや違う違う違う、それエビフライやんけ。何も言うてへんから。エビの話。エビあげたやつが言うてへんから。エビの話してへんからな。どういう意味しとんの。今はな、まあ、たくさんもプルルプルル。電話で電話お前。はい、もしもし、はい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 、マウンテンゴリラ20匹、はい、わかりました。何の電話やねん。すぐに行けると思います。何でお前にかかってくるそんな電話がよ、お前に。わけわからん。関係ないやろ。関係ないやろ、じゃやろお前。何やねん。わけのわからん、もう行くから、ほんまにもう。ちょっと待てよ、お前。何やねん。たけしが言うてたよ。え、たけしが言ってたよ。お前のフリ止めるやつ誰もおれへんって。たけし。サトシが言ってたよ。お前のドリブル止めるやつ誰もおれへんって。サトシ。前川が言ってたよ。お前のフェカイレベルやって。前川。木下が言ってたよ。お前の目元が鬱陶しい。言わんでええがな。せっかくテンション上がったのに。お前の目元が気持ち悪いってノートに書いてたよ。なんでな。よっぽど嫌いなんやね、ほんまに。ねえ、ほんまに。な、だからな、みんなお前に戻ってきてくれと思ってるから、もう一回お前な、チームに戻ってきてくれ、頼む。俺チーム監督は監督はな、確かに怒ってるよ。でもな、俺はみんなが頭下げたら絶対許してくれるはずや。だからお前何も気にせずな、もう一度チームに戻ってきてくれ、頼む。俺チーム監督も監督もな、俺はみんながお前のこと必要としてるのも気づいてるはずや。だから絶対許してくれる。だからな、お前何も気にせず、もう一回、チームにな、戻ってきてくれ、頼む。俺チームに言わせやもん。なあ、そんなに戻りたいんやったらもうええ。おい、ずっと被ってんの、お前。何やねん。戻る言うとんねん、俺もう。嘘。戻るよ。嘘。お前や。いつ？今日や。すぐ？ああ、今すぐ。ああ、どうしようかな。何やねん。木下の反対ぶりが半端やないか。いや、もうええわ。どうも、ありがとうございました。どうも、ダイアンです。よろしくお願いします。まあまあ、いきなりなんですけどね、今度僕、ちょっと休みある。ミュージック、ライドオン。学生時代。もうや、古いね。お前は、古いね。毎日のように、俺の家に遊びに来てた。古いね、お前の話が。毎日、俺のおかんが、ご飯を作ってお前に食べさせてくれてた。
でもお前は一回もごちそうさんって言わんかった。これなんでや小さい、うちのお母にごちそうさんまとめて一回言ってくれ。俺は確かにお前ん家に行っていた。でご飯も何回か食べさせてもらった。でもそんなに食べてない。すごい大きな卵焼きとか見たことないぐらい大きな卵焼きあったな。あんなどうやって作んねん。お母さんの得意料理や。めちゃくちゃ大きい。大きな卵焼き。デコレーションケーキぐらいの卵焼き。どうやって作んねん。あれね。あれどうやって作んねん。な。一緒に言おう。すごい。こんな大きい卵焼き。あれで育ったんや。それとお前、俺の親父が死んだ時。死んだな。お通夜に来た時来たけど。なんで葬式こうかったん。オガモン一緒にオガモン。オゲーオゲーオガモン。行きましょう、ミュージックライドオン。西澤お願いや、今日この場借りて一緒にお母さんにごちそうさんを、そして親父に一緒に手合わそう。そうなったら新しいダイヤになると思うな。なるか、絶対に手合わ。お前、俺はお通夜にも行っている。その時ちゃんと手を合わしている。いやいや、な、小窓から顔、お顔も見た。ああ、すごいすごい顔色してた。それ知ってるから。それ知ってるから。すごい怖かった。すごい怖かった。人のおじいちゃんぐらい年取った男の人のあの顔は一番怖かった。でも俺は眉を一つ動かさずに見た。俺はあの小窓からしっかり見たぞ。西澤、なんでそんなお通夜行ってる。俺はお通夜に行ってる。俺はお前、そしてお前のお母さん、あんな大きい、あんな大きい、あんな大きい卵焼きに、俺はクレーさんに言おう。ケーキ、ごちそうさま、お母さんごちそうさまでした。死にました。お母さんごちそうさまでした。すごい大きい卵焼き、どうやって作ってるんですか。俺はあれで育ったんや。ニワトリ買うてんのか、お前は。ニワトリ買うて、卵焼き。俺はあれで育ったんや。こんな大きい卵焼き。言わないね。言わせてないよ、まだ。なんでごちそうさまで。卵焼きとそのね、死んだか死に顔をバカにしてんだと。お父さんの死に顔をバカにして。どうよ、お前の目標まだ達成できてないぞ。いけ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 。ミュージックライドオン。西澤聞こえてるか。簡単な言葉、ごちそうさん、ごちそうさんせ、ごちそうさんせ、ごちそうさんせ。すごい大きな卵焼きに俺はびっくりした。あんな大きな卵焼き。お母さん、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 ワンホールぐらいのケーキ。卵焼き、あなた二度とやめてください。あなた卵焼き二度とやめてください。卵焼きと白いご飯、卵焼きと白いご飯で戦時中華。今日はごちそうさんを言うの。普通のやったら言うけど、あんな大きな黄色い真っ黄色の卵焼き。 OK。 あーいけ、やばい、頭痛え、腹痛っ。卵焼きの話、あれもごちそうさま言えない。あれもびっくりして引きました。あれで育ったんす。オッケーオッケー、じゃあ拝んでもらおう、拝んでもらおう、切り替えよう、拝む方行こう、拝む方行こう。ミュージックライドオン。ごちそうさんは諦めた。拝も一緒に拝もう。西澤簡単なことや、声に出さんで。オガモ見て、こうするの。オガモ、オガモ、まずまずお通夜には俺はしっかりと言っている。そしてお前、小窓からお前の親父の顔も。すごい顔色してた。そら死んでるからや。
なんであんな、友達に見せんな。あんな、お前が止めに入れ。お前が止めに入れ。いいよ、お前西澤見んでええよって。あんな、人の親父のあんな顔を見せるな。なあ、おなも一番怖かった。もう勝ちよ。オッケー。あ拝まないね。なかなか本当に、ね、拝んでるっていうのがあるんだよね。だからね、はい、でお通夜にもちゃんと行ってましたし、これで僕は何もお通夜も何も言ってなかったら拝みます。なるほど。ただしっかりとあの時済ませました。だそこも許してあげようよ。もういや、お葬式の日来てないし拝んでないんです。なんで2日間も行かなあかんねん。まあまあそういうもんやん。日本ってそういうもんやん。もうちょっと時間もない、ね、だからどっちよ、どっち、本当にやってもらいたいの、うん、ごちそうさまでした。これだけ、行こう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 。ミュージックライドオン。頼む西さんは、もう本当に簡単なことや。ごちそうさんよ。お母さん今から言うからね。ごちそうさん。あんな大きな卵焼きをもう永遠に息子の友達に雑なんてどうかしてる。お前のおかんは普通唐揚げとかエビフライとかそんなやろ。あんな大きな卵焼き何威嚇してたんですか。見てよ、うちの息子威嚇してたんですか。あんな丸くて大きな変なおかずを出していた息子の友達に。その友達が今息子のネタを全部書いている。説明しようのない変なおかず。オッケー。全然違う。変なおかずなんです。威嚇してたの。威嚇してたの。あんなでかすぎて。こんな大きな卵。でかすぎて威嚇したわけね。パーティーグッズかなと。でもなんかいいものは見させてもらったよ。そうですね。だってもう時間さえ許すんだったらもう何百回でも見たい。ちぎれますよ。ごちそうさんごちそうさん俺一生分言いましたよもうごちそうさんって。大阪市のトトちゃん、津田さん西田さんスタッフの皆さんこんばんは。わわ。僕がパニックになったことは 20代前半の時に彼女と淀川花火大会に行ってめちゃくちゃ台がしたくなった時です、めちゃめちゃ人混みの中だいぶ先まで行っていて、あともうちょっとで始まる時に油汗が止まらなくなり彼女がどうしたんって言ってきましたが、うん、必死に我慢して何もないよって言ってカッコつけました、その後はちょっと、家族の一大事ということをで彼女を置いてダッシュで近くのスーパーのトイレに入った経験があります。あの時はほんまにパニックになり花火のこともあまり覚えていませんと。その嘘つかんでええやん、まあ、でも家族の一大事で、それはやっぱり彼女をさ、うん、付き合いたてとかやったらさなかなか言われへんってそれ。そういやなかなかさ言いにくいと思うで。言いにくいんかなやっぱり。だからあれやと思う、ね、花火台カッコつけてるしさ、うん、なんかさこういうなんにさ人によってもう異常にこの拒否反応を示す人とかおれへん、うん、言うことに対してやろ、うん、例えば、うん、彼女の前で絶対に塀なんか心れへんとか、あ男でもいるやん、うんうんうん、それが分からへんくない。まあな俺はもう言えるけど俺も言えると思う、うん、ジムな、うん、そうやろ。ほんで腹痛かったらさちょっと、うん、初めてのデートやったとしてもさ、まあでも言えるやん全然。でも、うん、俺高校生とか、あまあまあな高校生やったら俺は無理やもう、うん、この人はもう二十歳20代前半の時はめっちゃまあ産むやったんちゃう、うん、高校確かにそうやな、高校とかやったら恥ずかしいわ、うん、絶対言われへん、うん、なんか僕はちょっと倒れてみたいっていうのも分かるわ。まあなほんでえしてさ、うん、大丈夫だって。今の相手何しててんって思ってそのお母さんちょっとお母さん倒れてん言って、それなんで一瞬どっか行ってんと思う。別に家帰ったわけでもないの。大丈夫やった、うん、でも未だにでもおれへん。いるな。運行、うん、言わへんとかな。とかがなんか何恥ずかしいっていうな。それはもう人それぞれやもん。育ちで育ち。そう彼女とかにな。例えば運行行くの恥ずかしいみたいな、うん、なんか意味わからへんくない。まあな。これはなでもな、うん、微妙なとこやもん。かな。いやこれはな。うん、その。で俺どもがそういうタイプやからだけであって、うん、意外と多いと思うで。そんな言われへん人言わへんと思う。すっごいさ、うん、やっぱ喋っててむっちゃ賢い人とかいるやんか、うん、この人賢いシュッとしてさ、うん、仕事めっちゃできてむっちゃ賢い
って言ってるんか、うん、そういう人は多分言わへんと思う。言われへんのかな。言わへんと思う。全然無理に言わんでええと思うや。これもう人種違いすぎるって言っているやん。ずっとかっこよく賢かったやろなこの人みたい な、まあ、なで無理に言わんでええと思うね。その言わんでええところでうんこ行ってくるわとか別に言わんでええやん。ただほんまにちょっと言わな違和感ある時あるやん。あこれ言うていかな。いやでそういう時ちょっとごめんちょっとトイレ行ってくる。いやんか、うん、トイレ行ってくるよ。別にお前も言わへんの、うん、いいか行ってきますとか、うん別にトイレ行ってくる言うて時間で大体分かるやん。あうんこしてはんねんなとかさ。そうなんそういうそれでまず嫌われることもないし。嘘やろ、うん、あの人うんこ言ってるやんもう嫌やもう別れますよ。でもみたいな高校生の時やったら女の子そううんこして、うん、いやまあ、まあ、めちゃくちゃかっこよかったに、ねうん、あんな汗かいてあんな汗かいてうんこしてすごいすっきりして帰って恥ずかしい恥ずかしいなあまあなこれはもうな、そうやね、もうある。なあ、不思議よね。うん、大変だよ、焦るからね、特に彼女、花火大会でさ、正直、キメキメの日やん、言うたら。まあまあな。ほんで、イベントの日やもん。うん、普段やったら言えんねん。確かに、花火大会とかで腹痛なったら、鬱陶しいと思うわ。だってトイレとかも、なんか人混みやし。うん。ええのないやん、ええトイレ。仮設トイレとか。たまらんな、ほんま。いやいや、俺は嫌やな、こういうとこで。俺もよく下すから、気持ち分かりますよ、本当に。高速道路でうんこしたぐらいやもんな。お堅いな。まあ、あとサンサンテレビのあのもうちょっとでゴールのところで止めてもらった時もあるかしら。高速車で高速降りて、うん、ちょっと待って森ですってバーってでまちょっとな漏らして。でもね俺普通に帰ってきてヤギ座にお前ズボン抜くっつって俺泣きそうなって思ってる。まあな。俺マジで覚えてるもん。パンツ捨ててって、うん、そのあうんこついたからトイレにな、うん、それでも俺も間に合った顔して、うん、呼ばれて3回目、うん、4回目ぐらいの時やって八木さんに、うん、デリケシーあるんかないかぐらいこっちでもうんこついてるやんまあなそれ何って最初それはでもそれ何って言われて最初、うん、あ俺はもうあうんこ止まってもってお前うんこやんけそれ何それそれはでも恥ずかしいわなうんこついてたらうんこついてんねんもんだってでもそんなにいじられてへんねんうんこしたも丸だしうんこしたも別にええやんみんなするからただうんこついてたらやっぱ恥ずかしいもんなでもいじられへんかってその時もっといじってもらったら俺いじられたんかな俺な記憶に消してんのか俺なんか前後の記憶ないねんよそっからのでもまあまあな楽屋行って俺どうやって着替えたんやろと確かにでもそうやな確かにうんこってやっぱ一大事なんかも知らんなそうそうそうほんまに、 ほんまに自分でよかったと思うよね男は多分例えば彼女がお腹痛なってさ冷や油汗出しながらさなんか我慢してたら辛いやんこっちも見てられない分からんけどな、うん、トイレ行ってくるって言ってそうまあな女子なんか特に絶対分からへんと思ううんこしてて分からへんし、ね、分からへん、うん、まあな、ね、これは分かります気持ち、はいはい、というわけでございまして、それではここで1曲聴いていただきましょう、ポルノグラフィティで東京ランドスケープ自家製レフトさんですね、ダイヤのお二人スタッフの皆さんこんばんは。私は今飲食店のホールスタッフとしてバイトしているのですが先月年末でお客さんが満員の夜にバチンと突然ブレーカーが落ち停電になるというハプニングが起きました、うん極度のパニック状態に陥った私は明かりがつくまでのことをほとんど覚えていません、うん、ダイヤさんのお二人はアルバイトでパニックに陥ったことはありますかと覚えてない明かりがつくまでのこと相当パニックしてたそんなパニックなるだいたいみんなおるやろバチンって音したんやろ、うん、だいたい想像つくしそうやなシャーってなったんかなまあ怖かったじゃあ、うん、へバイトでねバイトねパニックパニックは、うん、そんなないかなあでもまあ俺も昔何その喫茶店みたいなところでバイトした時、うんにカレーセットっていうのがあって、うん、そのちょっと慣れてきたぐらいやった俺、うん、カレーセットはカレーとあと言うたらもうエビフライとかの、うん、なんかフライがのった大きいさ言うたら大きい皿が2つやね、うん、でそれがこの大きいお盆みたいのに乗ってカレーセットや、ねうん、でめっちゃ忙しい時にそのカレーセット俺慣れてきたから両 片手で、うん、だから2個持つみたいな片手で1個持って大きいねお盆がおでもう片手で1個持ってう、うん、でそれ運ぼうとして、うん振り向いた瞬間に柱があったでそれでガガーンってこぼした、うん、で俺が慣れてきたぐらいやったから、
あの調子普通やったら1個ずつ行くんやけど、うん、調子乗って2つ持って、うん、ガシャンってなった時は、うん、やろパニックなってん、うん、パニックなってか焦ってん、うん、けどそれをどうにか女の1個上の先輩のバイトの人がおったから、うん、なんとか焦ってないように見せる、うん、それに必死やったね、うん、なんかそのめっちゃ焦ったけどもうみんな客もいっぱいおるし、うん、ガガーン言うてるし、どうしたカレーセットできたばっかりのカレーセット俺こぼしてるから、うん、でなんかしばらくなんかこう立ってるみたいな一番やったらなんかこう一番やったらなんか焦ってるか心では、まあ、どうしようあとおしっこ漏らすだけほらすぐその1個上の女の先輩の人がすぐ拭きに来てくれ全部任しきるずっと立ちつく一番やったらなんか童貞みたい な泣きそうだな 目だけ真っ赤くなってて天井見ながら目パチパチなくでも焦るよ焦るね、うん、なんか喫茶店でバイトしてもなんかあったもんなんか注文がようわからんかった時、うん、なんてなんか独特の客がなんて言うたんかってことうん、なんて言ってんみたいなわからんけど、うん、なんかそのまま言うてまうみたいなさ焦ねなんかあったもんなでうな重とかさ喫茶店でうな重でそれでトマ重って言われてトマトジュースをな。そうそうそう。あんでうな重って聞こえたってこと。そう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 。でなんか厨房見て。うな重。うな重ワンですとかさ。あれへんしな。喫茶店。なんそれ。うん。あったりとかそれなんねん。あるな。ウインナーとか言われて。ウインナーコーヒー。分からへんねん。な、なんの何。知らんからな。ウインナーワンです。でもそれでも通るんちゃう。通ってウイン、うん、なんか呼び方ちゃうかってちゃんとなんか、うん、どっちとか言われて。うん。どっち。シャウエッセンですとかってことウインナーコーヒーとかなんかウインナーなんかがもうあってんあったんや、うんだからうん、ウインナーワンダースって言ったけど、うん、どっちやいってあのお客さんどっちですかコーヒーやいウインナーコーヒーのどっちですかみたいないやもうどっちですかってウインナーどっちですかもう分かってへんから分からへんもう何のこっちゃ分からへんどっちですかウインナーコーヒーっていうそうもう、うん、映画浮かんでへんかわけ分からんの頼んどるんこいつ思ってなんせだからどっちやって言われてるからそうお前もう分かってへんからどっちやでどっちですかでコーヒーやって言われてコーヒー出すはい出てきてこんなんあったやんすごい美味しそうと思って頭の中でもそれしか思ってへんこれまあ、ウインナーやから分からへんからほんまに分からへんからマジでウインナーとコーヒーでセットみたいな感じ想像してウインナーコーヒーすごい美味しそうな出てきた生クリームみたいなのってるそう生クリームたっぷりのってる美味しそういやその当時あんまウインナーコーヒーとかなくなかったでもさ喫茶店で行ったらさメニューとか見てたら大体あこんなんあるんやとかさ、うん、あるやん分かるけどなんか、うん、そんなあったでなんかそんなレモン紅茶とかな、うん頼む人とかおってさ、うん、なんかこんな押すやつに出て あれを出された時に、うん、知らんからさ、うん、何これどうしたらいいどうしたらいい次のとりあえずこのまま持っていったんやんかと思ってずっとお客さんのこうなんかちょっと遠くから見てたどうやって飲むのでなんか押してはるあなんか押すんかそれは俺これでさジム入って言うてんか入会してさ初めてな行ってんけども店員さんがいいひんね時間的になほんで、行って、張り切って、うん、もう操作全然分からへんね、全部。マシーンのな。あら、恥ずかしいな。うん、どうやっていいか分からんからさ、ちょっとな、人も少なかったんか、うん。ほんで、一個で、ちょっとあれでもやって、大体分かって、ほんで、うん、器具一個、腹筋のマシーンみたいなな、うん。俺、一生懸命ばーやって、うん、ほんで、違うマシーンやって、女の人がやったんけど、うん、全然違う付き合い方してんの。足入れたらあかんとこに俺、足入れてたし、持ったらあかんとこ持ってたし、なんかもう、それでも乾かなって、なんか俺、それで帰ったもんねいやでもついてもらうの分からへんしなせやねん教えてもらわなそう、うん、で他のあれちょっと YouTube で調べてって、うん、そこのジムの中あったから、うん、で大体使い方分かってんけどその腹筋のやつだけ分からんかって、うん、でもまあまあまあ大体想像通りやったらいけるんでも全然ちゃうかったもんな、うん、あれ焦った恥ずかしいあれでもなんか1日だけぐらいあれずっとつけたらやっぱりその分お金発生するやんかなんかトレーナーさんみたいなついてもらって俺そんなんないと思ういてはれへんのいてるんやけどなんかそんなん教えてくれるぐらい前やと思う使い方あそうなんやもう用意しない俺も一回しか言ってか分からない俺もなんか最初俺も昔ジム行った時最初はそんな自分のやつでやっててほならなんか知り合いのスタッフさんがいててでその人方はトレーナーさんみたいにつけてやってて一度もやってもたらええねんつけてよあれだっすとか言ってつけたらやっぱお金かかるからその分トレーナー料みたいな一回その人がなんか
来てやってくれた、うん、これはこうです、うん、メニュー全部言ってくれた、うん、あその知り合いのスタッフさんについてある人だからサービスで優しいと思って、うん、全部教えてもらった後にそのトレーナーさんが、うん、一応帰りにあの受付のとこで何番って言ってもらったらそれでお金あれできますんでみたいなあお金しっかりいるんやとそれはまあな、うん、それシステムやからな、ね、ほんで それからその人行くたびにいてはんねんけど、うん、こうもうつこうとしはんねん、あまあ売り上げにないやろな、そうそうそう、だから俺はもうあ大丈夫ですって言われへんやん、なかなかな、あはっきり言いにくいね、わかるそれ言われへんと思う、知り合いのスタッフさんについてはたするからさ、だからちょっとちょっとなんかちょっとやってみます自分でみたいな、でも教えてもらったメニュー全部覚えてるから、あ全部それをずっとやってた、それええな、そういうの俺も一回はそういうのやってみても、だいややってくれるんちゃう、いやスタッフいる時間決まってんねん、24時間のところでさ、うん、で誰もいい日に時間に行ってもってな、一回目でなんかすっごい常連さんみたいな人ばっかりやねん、めっちゃ恥ずかしかったもん、お姉さんがすっごい、うん、そう使うんやだから俺そっから言ってへんもん、分からへんしな、うん、そっから言ってんねん恥ずかしいまあなバカにされてんちゃうから変なとこに足突っ込んどったであいつあれ何の運動部だって、ほらほらってん、確かにな何も聞かへんなんかしょってるだけだこれで聞いてんのかな、で重さ変えてみたらさ、うん、全然分からへんす重すぎてこんなに変えるもん確かに分からへんと思う、6回ぐらいした、6回ぐらいしてたまた走ったほんまに分からへんな、初めてだから張り切って40分ぐらい走ってもらったまあねいろいろやり方ありますから、うん、はい、気をつけてください本当ね、もう一枚いきますか、どうもダイアンです、よろしくお願いします、ありがとうござい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 ます、よろしくお願いします、ダイアンと申しまして、よろしくお願いします、浅草さんの方に来させていただきましてね素晴らしいところですね、我々の大阪出身なんですけども、大阪なんかちょっとね街がゴミゴミしてますし、なんかちょっとマナーの悪い人が多いんですよね、確かにね、本当未だにね、あの路上喫煙禁止のところで平気でタバコ吸ってたりとかね、いますよね、そういう人ね、すごく嫌でね、そうして見かけると、あの僕は絶対に注意するようにしてまして、マジでお前すごいな、あの吸うたらあかんとこで吸うてる人なんて怖い人多いやん、ヤンキーとかもそれ注意できんのお前、怖いよ怖いけど、あかんことあかんから大人としてあの注意するようにしてます、ね、すごいやんか、ほんとケペンやってみようや、うん、俺タバコ吸うてるからもちょっと注意してみてよ、いいよいいよ、いつもみたいな感じで、いつもの感じでやってみんな、はいしたかお前、またなっちゃうわ、またなっちゃうわ、大やけねんこんなもん、理想はね、ほんまこれやってやりたい、俺は悪いやつやから、いつもやってるやつやれよお前、実際やってるやつ頼むでほんまに、すいません、路上喫煙禁止とこなんでちょっと消してもらっていいですか、ねえお前どっか行けよお前、いや条例でちゃんと決まってるんすよ、知らんがな、女も子供とかも通るから危ないっしょ、他にも吸ってるやついっぱいおるやろお前、保管所関係ない、今あなたの話してるんすよ、なんで俺だけ注意されなあかんねんお前、他のやつ関係ないね、今お前の話をしてるんや、タバコ吸うてんなお前、おいタバコ吸うてるやないかお前もよ、吸うてた吸うてたよ飯食ったばっかりやから、我慢せえよお前、俺もあかんの、なんで俺だけあかんねんお前、俺もタバコ吸うと赤地域ってことね何様やねんお前、大丈夫か、すいません、路上喫煙禁止とこなんでちょっと消してもらっていいですか、何やお前どっか行けよお前、いや条例でちゃんと決まってるんすよ、知らんがな女も、子供とかも通るからこんなとこでタバコ飲んでたら危ないでしょ、他にも吸ってるやついっぱいおるやろお前、保管所関係ない、今あなたのタバコ飲んでる話してるんすよ、なんで俺だけ注意されなあかんねんお前、他のやつ関係ないね、今お前のタバコ飲んでる話をしてるんや、タバコ飲む言うなよお前、おばあちゃんかお前、おばあちゃんくらいでタバコ飲む言うの、その後のこの五目どないすんの、五目言ってるよゴミのこと、おばあちゃんなお前おばあちゃんやで、おばあちゃんだ、おばあちゃんをずっとやってたけど、えおばあちゃんをずっとやってた、うん、な夏ぐらいから、え夏から、うん、違うの、え去年の、おととしの、おととしの、違うの、えなんで、えなんでよ、えなえなえなんだ、えなんだ、くさ
口臭い、口臭いな。違う違う違う、ありがとうございます。違うか、お前でやらんと。俺自身でもう一回やらしてくれ。頼むで、ほんまに。すいません、路上喫煙禁止のとこなんでちょっと消してもらっていいですか。やめ、どっか行けよお前。いや条例でちゃんと決まってるんすよ。嫌いんやろ、女も子供とかも通るから危ないっしょ。他にも吸うてるやついっぱいおるやろお前。他の人関係ない、今あなたの話してるんすよ。なんで俺だけ注意されなあかんの。消せ言うてんねん。人間にはな、やってることとあかんことがあるんや。おしっこしてんなお前を。おしっこしてるやんかお前な。ちょんちょんちょんちゃうのお前。何してんのお前。それお前吹いた。珍しい、吹いた、見てる、うんこの感覚よ。あ、持って帰ってる、すっごい膀胱パンパンやったから。おしっこも分かるの。当たり前ないかお前。俺ほんまうんこしたかったけど、うんこやったらよかったの。ごめん、うんちしなきゃタバコ注射もたんかお前な。ほなおばあちゃんうんこしたらあかんってこと。おばあちゃん、おばあちゃん怖い、おしっこせえやろお前。変われ、お前タバコ吸うとき俺注意するから。あ、交代交代交代、うん。いや、吸い終わんなよお前。吸い終わったらクラクラしてきたから。我慢せよお前。畑行かなあかんし。おばあちゃん声だめなんか混ぜなあかんし。混ぜんていいから。ヤンキー、ヤンキー、ちょっと君、あのここタバコ吸うとあかんとかね、消してくれるか。うん、誰誰とかそういうもんだ。ちゃんと消しなさい、そのタバコ消せ、そのタバコ。前は向こう行け、警察呼ぶぞ。警察呼んで注意されんの、そっちやぞ。なんで俺が注意されんねん。注意されんのお前や。なんで俺が注意されんねんお前。なんでって、ここ俺の家やねんけど。さっき言えよお前。家やったん、ここリビングで。リビングな、換気性の真下やしね。換気性の下で、親戚来てるし。親戚来てんの。うん、法事やから。マジで、うん、俺そんな中入ってきてタバコ吸うの言うてんのお前。めちゃくちゃ引いてんねんけど。違う、ここ外や。ほんでもヤンキーや。ヤンキー、ちょっと君、あのここタバコ吸うとあかんとかで消してくれるか。うん、ねえおじい、向こう行け、ゲートボールしてこい。消しなさいそのタバコ。やかましいねおじい、向こう行け、ゲートボールしてこい。消せよお前そのタバコ。お前はやかましいなおじい、向こう行け、ゲートボールしてこい。消しなさい。やかましいのも偉そうに。何や、注意して。何や、何満足か。何じゃい、満足か。何や、お前がやってることはな、ただの自己満足や。確かにこの現代社会で喫煙者は四面楚歌や、うん、でもな、お前はそういう喫煙者を利用して自分の存在意義を示したいだけなんや、うん、お前は自己刑事欲の塊や、うん、お前がやってることは何の意味もない机上の空論や。賢いなお前。めちゃくちゃ賢いヤンキーやんな。博士のヤンキーやん。博士のヤンキー。博士ヤンキー。博士ヤンキー。うん、ソレイキ博士ヤンキー。漫画みたいな。漫画俺描いてるやつ。書くなこんなもん。ソレイキ博士ヤンキー烈風隊っていう。烈風隊。暴走族やねんけど。もういいから。うん、普通の兵器やってくれ。ちょっと君、あのここタバコ吸うとあかんとかで消してくれるか。ねえおじい、向こう行け、ゲートボールしてこい。汗かいてくる。あれ僕おじいちゃうからね。うん。おばあか。こんなおばあちゃんやめたくなるか。スーツ着て髪の毛の短い。変なおばあか。何言っとんじゃ。変なおばあやな。何言ってんね。変なおばあ、帰れ、家帰れ。ああ家帰って、お前相撲見、ね、早い時間から相撲見てるやろお前。2時ぐらいからの、まだ太る前の細い力士の、オールバックで細い力士の細相撲見てんな。細相撲って何や。みんな後半の太いやつ見てんな。前半の最初から見てるやつおらへんぞ。でも一生懸命お前それ見てんな。そういう帰って、そういう意味ボケ死ね。むちゃくちゃ言ってる。体気つけてな。はぁ、来てやそのタバコ。なんやお前。なんやお前、関係ないやろ。なんや、こっちやな、ヘビスモーカーなんじゃ。カッコつけたんか。めちゃくちゃダサいぞお前。おい、なんでヘビスモーカーでやらそうに、もう1日どれくらい吸うにゃ。5や。どんだけ吸うだよお前。5箱か。5本じゃ少ないなお前。どうやって5箱吸えんねん。チョコス。おかげで俺の肺は薄いピンク色。いや、健康やなきゃ。でもええよ。どうもありがとうございました。Suddenly I remember you told my father the hand-cut flowers from the street. Now the old garden has been forgotten. In the quiet of the night, memories unfold.
Whispers of our past, stories untold. Your touch, your smile linger in my mind. In this sad solace I find a love like a fleeting dream, caught between the stars and moonbeams. The time has passed and we are apart. You still hold a place in my heart. One day I walked through a strange city. The city went to nap. Sometimes like a leaf of grass, sitting and singing is very free. In that quiet city I thought of you. How our love was simple, pure and true. The moments we shared, the laughter, the tears. In the stillness I feel you. Stars and moonbeams. The time has passed.